こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、短編の21、お送りいたします。では、早速。どうぞ。第1話、願いが叶う神社。怖い、というか、不思議、な話かも。母方の祖母が信心深い人だった。幼い頃、群馬の母方の家に行くとよく子供だった自分の手を引いて、山裾の神社に連れて行った。群馬は視界に山が入らないところがない。母方の家はすぐ裏がもう山だ。近隣の墓はほとんど山中にあって、蜘蛛の巣みたいに細かな道が入り組んでいる。こんぴら様と祖母が呼んでいた神社というのは、丸太の鳥居、破れた障子、抜けた濡れ縁、管理されているとはとても言えぬありさま。でも祖母は何度となく私をそこに連れて行った。細い山路を、私はついて行った。祖母は神社をすごくありがたがっていた。7つか8つぐらいの時だと思う。今日は特別。そう言った祖母は、あれ神社の裏手に私を連れて行った。初めて見る神社の裏は昼なのに暗い、夕暮れのようだった。そしてそこには人一人がようやく通れそうなくらいのすごく、細い道が続いていた。道を登り、下り結構進んだ先は開けた場所だった。明るくて、不思議な場所だった。ローマのコロッセウムを半分にしたような大掛かりなひな壇のような石積み。壇には小さい、位牌のようなものがたくさん並び短冊のついた笹。折り紙飾り、仏花で彩られそよぐ風で風車が回転していた。私は嬉しくなった。手を合わせようとすると祖母は私を叱った。ここは強い神様がいる。だからお願い事をしてはいけない。きっとそれは叶うけど、ここの神様は見返りを要求する神様だから。そう言った。そこにはその後ももう一回だけ連れて行ってもらった。やはり変わらず、鮮やかに飾られた、とても、綺麗な場所だった。私が中学校に上がってすぐ祖母は亡くなった。事故だった。とても悲しかったが突然だったので実感が持てなかった。さらに時は過ぎて私も大きくなり、母から漏れる情報から母の実家の状況が分かってきた。祖母の死の前、母の兄は自動車整備の会社を辞めて独立していた。だが不況が重なり、相当苦労していたらしかった。驚いた。おじは高校に進んだ私に、誰にも言うなとポンと10万円くれたこともある。事業だって順調そのものだ。母によると祖母の死を前後して、赤字続きだったおじの工場はぐっと持ち直したそうだった。私は例の不思議な場所を思い出していた。もしかして、祖母はあの場所でお願いしたんじゃないだろうか。私はどうなっても構いません。せがれの会社を救ってやってください。で、きっとそうだと思った私は、もう何年も行っていないあの神社に、もう一度行きたいと思うようになった。次に群馬に行くことになった時、一人で神社に向かった。久々で少し迷ったが、どうにかあの神社にたどり着いた。でも、私の行きたい場所はここではない。あの場所だ。私は裏手に回った。あの日と同じように。だが、そこに道はなかった。あった形跡もなかった。信じられなくて何度も神社の周りを回った。それでも、なかった。信じられなかった私は、蒸気のようなあの場所の様子を、母に、おじに、祖父に、おじの子供たちに、聞きまくった。でも、答えは同じ。そんな場所知らない。私は怖くなった。すごく、すごく、怖くなった。今、思い出しながら書いていてもすごく怖い。それ以来神社は愚か、裏の山自体にも近寄らなくなった。いや、それどころではない。あらゆる山道に恐怖を覚えるようになった。あの場所が、あの群馬の山中のどこかにだけあるとは思えなくなっていた。いつかどこかで、突然あの場所に行ってしまうような気がするのだ。あの頃は、自分の命を引き換えにしなければならないのなら、どんな願いも叶わなくていいと思った。でも、今は必ずしもそうではない。もしそんな、切羽詰まった時に、またあの場所に行ったなら、そう考えると、恐ろしいのです。第2話、もののべの原へ。つい先週あったことなんだけど、それほど怖い話でもないからここに書くよ。その日俺は仕事の帰りで駅前で少し買い物をした。
時間は7時過ぎだった。いつもは駅の乗り場からバスに乗るんだけど、店に寄ったために2つほど離れた停留所でバスを待ってた。すると近くの街路樹の手が届くくらいの高さに、折りたたんだ白い紙があるのが目に留まって、濡れてもおらず、ごく最近つけたように見えたんで何気なく手に取ってみた。単に枝に挟んであっただけみたいですぐに取れたけど、わしがおみくじみたいに細長く畳んである。開いてみると、古辺ゆらうらゆらしかのみならず立てまつることのゆえん。と細い毛筆で書かれている。その字を見た途端、頭の後ろでいきなりドラを叩かれたような衝撃があったけど、音がしたわけじゃない。それからこの内容はその時に暗記して覚えたんじゃなくて、検索して調べたんだが合ってるかは自信ない。当然その時は俺には意味不明の字の羅列としか思えず、やっぱりおみくじの類かと考えて元の場所に戻しておいた。しばらくしてバスが来たんで乗り込んだんだけど、乗り込んですぐにあれっと思った。ほぼ毎日このバスを利用するんだが、いつもは混んでて座れない時もあるくらいなのに、乗客がまばらにしかいない。しかもバス停には俺の他にも待ってた人が何人かいたのに、乗り込んだのは自分だけ。てっきり間違えて乗ったんだと思って、行き先の案内を見たんだけど、普段のバスだった。ゆっくりできるなら、飲み物でも買ってくりゃよかったと思いながら近くに座った。するとすぐ目が変なのに気づいた。座った自分の体がブレて二重に見えるんだな。うまく言えないんだけど輪郭の線が二重になって、自分の膝が四つあるようになって見える。仕事で何時間もパソコンに細かい数字を打ち込んでるんで、疲れ目かと思って目をつむって指先で軽くまぶたを揉んだ。これは病院に行くべきかと思ったが、奇妙なことに気がついた。ブレて見えるのは自分の体だけで、バスの座席やなんか自分の体以外は何でもないんだ。その時後ろの座席から。おじさん体が二重に見えるんでしょ。それ重なってるからだよ。と、子供の声が聞こえた。振り返って覗いてみると、黒い長いグランドコートを着た、小学校高学年くらいの男の子がいる。スポーツ狩りで首がひょろっと長く、両手で四角い箱のようなものを持ってて、それには白い布がかけてある。重なってるってどういうことだい？と聞くと、さっきの枝の紙を見たでしょ。あれもののべの払いだから。なんであんな粗雑な始末をするんだろうね。と、その年頃らしくない口調で言うんで、もののべの払いってどういうこと、なんなのあの紙？と、さらに尋ねると、子供は、説明はできないけど、このままだと分離しちゃうよ。関係ない人には迷惑かけられないから、なんとか元に戻してあげる。そんなに難しくもないよ。そういう言葉の一つ一つが妙に重みがあって、逆らえない気分になるような声なんだ。その後目を開けてみると、まだ目の前の手が二重に見える。おじさんさっき店で買ったのは何？お土産？と聞いてくるんで、そうだよ。息子に頼まれてたゲームのソフトなんだ。でもどうして買い物をしたことを知ってるんだ？なんとなく。それ、これと交換しようよ。そうすれば元に戻れると思う。そうしてよ。その声はもう催眠術のように逆らえなくて、俺はバッグからソフトの包みを出してその子に渡した。男の子は座席に立ち上がったようで、上からそーっと箱を渡してよこす。おじさんこの箱ね、明日一日神棚か仏壇に備えておいて。明日の昼過ぎまで絶対中を見ちゃダメだから。それ過ぎたら中身は捨てても構わないよ。という、箱を手に取って触ってみると、軽いけどデコボコした硬い感じがある。子供は、これで交換は済んだよ。契約だから守ってね。まだいつも降りる場所じゃないんだろうけどここで降りて。そう言ってブザーを押した。わけがわからないままにバスを降りると4つくらい手前の停留所だった。バスを見上げると、ガラガラだったはずなのにぎっしり人が乗ってる感じがする。男の子が窓から手を振ってるのが見えた。気がつくと目はもう治っていた。家に着いてすぐ箱を神棚に置いてから、もののべの払いを検索して調べたら、もののべの払いのことだとわかった。その方面には詳しくないんで間違ってるかもしれないけど、どうもおみくじに書いてあったのはその中の、古辺ゆらうらゆらしかのみならず立てまつることのゆえん、という部分によく似ていたように思う。翌日は気味が悪かったんで駅からそのままバスに乗って家に帰り、神棚から箱を下ろして白い布を取ってみた。中から出てきたのは竹製の目の積んだ虫かごで、中には干からびたセミの死骸が一つ転がってた。
話はこれだけ、わけがわからなくてすまん。物の部の祓いは、古代氏族である物の部氏の祖神、賑早日の御事が伝えたとされる徳佐の勘だからを意識して書いてみました。これらは名を出すだけで死者を蘇らせるほどの力があります。そのノリと、古のことは、ひふみ払い言葉ともいい、仙台九字本義の記述によれば、人、二、三、四、五、六、七、や、九の、たり、古部ゆらゆらと古部、と唱えるひふみの払い言葉や、徳佐の勘だからの名前を唱えながらこれらの品々を振り動かせば、死人さえ生き返るほどの呪力を発揮すると言われます。第3話、G さんの儀式。首都圏のあるホテルのスカイラウンジでの話。俺は近くに勤め先の支社がある関係でよくこのホテルを利用する。と言っても月に多くても 4,5 回のもんだけど、寝る前にそこのバーでいっぱいやるのが楽しみだった。くの字型に大きく続いていて、その一辺の方からは港の景色が見えるといえばわかる人がいるかもしれない。それで何度か通ううちにやることに気づいた。俺がそのホテルのバーに行くたびに必ず同じ人物がいる。その人は70代くらいに見える爺さんで、昔風のベストのついたスーツを着てジンリッキーとか飲んでる。これだけならまあご常連さんということだろうけど、奇妙な動作をしている。その爺さんは港に面しない方の窓際の同じ席にいつもいるんだが、テーブルの上に店のものとは見えない白い箱が置いてある。爺さんは座ったまま窓の方を向いて、両手の人差し指を目の前で合わせ、白い箱に向けて指先を引き下ろすような仕草をする。10分に1度くらいの感じでそれをやってる。俺が行った時は毎回だったから、もしかしたら毎日やってるのかもしれない。気になったんでカウンターのバーテンの一人に話を向けると。毎日来られています。この地区では有名な方で、引退した社長さんですよ。という答え。あの仕草についても聞いてみたんだが。さあ、何かの健康法でしょうか。と容量を得ない。確かに指先にはかなりの力が込められているのが遠目にもわかるから、実際そうなのかもしれない。爺さんは11時を過ぎると箱を布に包んでしまい、がっくりとした感じで杖をついて帰っていく。その日も出張でホテルを利用した。バーに行くとやっぱり爺さんは同じ席にいて、時折あの仕草をする。その時俺は、爺さんの動きは窓の外の景色と何か関係があるんじゃないかと思った。爺さんの席の正面にはこれも結構有名な高層ビルがあって、この時間でもたくさん明かりがついてる。俺のいるカウンターからは角度がずれてよくはわからないが、その高層ビルをなぞって指を動かしているようにも見えた。ついこの間またそのバーに行ったが、思った通り同じ席に爺さんはいた。怪しまれない程度に様子を伺っていると、指先にはすごい力がかかっているようで、痩せた体が小刻みに震えているのがわかる。と、これまでにはないことに、指先を引き下ろした後でポンと手を叩いて顔を下に向けた。そして顔を上げた時には、気持ちが悪いほどの満面の笑みを浮かべている。そのまま箱を片付け杖を取って歩き出した。早い時間だがもう帰るらしい。カウンターの脇を通るところで爺さんは、俺の席の横に来てバーテンに向かい。この方のお勘定は私につけておいてください。と言った。俺が驚いていると爺さんは。いやー、お祝いです。どんどん飲んでください。と声をかけ、俺が、それじゃ悪いですよ。何のお祝いですか？と尋ねると。いや、いや、気にしないで。これでやっと引退できます。私の退職祝いと思ってください。と陽気な声で答えると俺の方に顔を近づけ、小声で。私の動き見てたでしょう。知ってますよ。と付け加えた。爺さんは帽子とコートを取って帰っていき、俺はわけがわからないながらも年代物のスコッチなどを注文してかなり夜まで飲み、次の朝二日酔い気味で支社に顔を出したとき。夕べ爺さんが指でなぞっていた高層ビルから、飛び降り自殺が、それも同時に二人あったという話を聞かされた。第4話、不気味なペットボトル。2週間ばかり前、晩に犬の散歩をしてて奇妙なことがあったんで書いてみるよ。雑種の黒という犬を飼っているんだけど、それまで世話をしていた息子が中学生になり、部活で自分より遅く帰るようになったので、それにつれて夕食の時間も遅れて、毎日散歩させる役目が回ってきた。
と言ってもそんなに長時間ではない。自分は団体職員で家に帰る時間は毎日ほぼ同じ。帰って一息ついてから6時半から7時くらいの間、散歩のコースは犬も飽きると思って、3、4通り考えてローテーションしている。これがやってみたら、座食の自分には結構いい運動になるとわかった。その晩は神社コースを取った。自分の家から15分くらい先に某有名企業の工場があって、脇に企業所有の野球場があり、その三塁側ダッグアウトの後ろが少し林になってて中に小さなお社がある。なんでも昔はもっと大きな社殿だったそうだが、自分らがこの地域に越してくる前に不審火で全焼してしまい、有志で小さな新社を建てたという。球場のフェンスの外を曲がろうとした時、さらにその先の工事から車が出てきた。危ないことはなかったんだが、ヘッドライトに照らされてぼっと光ったものがある。近づいてみると、曲がり角の球場のネットの内側に1リットルのペットボトルがある。まあ珍しくもないんだが、口の部分まで液体が入ってまっすぐ立っている。中には細長い紙のようなものと、黒く渦巻いた何かの塊が入ってるようだが、街灯の光が影になっていてよく見えない。こんなところに猫よけというのも変だなと思ったとき、リードが強く引かれた。見ると黒が歯を剥き出してうなり、後ずさりしている。奇妙だなぁと思いながらもその場を離れた。それから黒の様子が変になった。いつもはおとなしい犬だが、低い姿勢で警戒しているみたいだ。何かの匂いを嗅ぎつけているのかもしれない。50メートルばかり行った曲がり角で、低くうっと吠え声を飲み込むような音を立てた。頭の先の方を見ると人家の生垣の中ほどに、枝に引っかかるようにまたペットボトルがある。行ってみようと思ったけど、黒が近づこうとせずリードを強く引っ張る。仕方なく近くの電柱に繋いで近寄ると、街灯が当たってさっきよりよく見える。液体は透明で、中にはやはり折りたたんだ細長い紙と、何かそれほど大きくはない生き物の一続きの内臓がゆっくり回っている。ぎょっとした。ああ、いやだ、見なければよかったと思った。子供のいたずらか何かで、内臓は魚かカエルなんかのものだろうか。とにかく気味が悪くなって、すぐ先にある神社まで行く足を早めた。犬を連れているので不浄かと思って、いつも神社の鳥居をくぐらないで引き返す。その晩もそうしようとしたら、たくさん並んでいる赤い奉納鳥居の間を誰かが歩いてくる気配がする。カサカサという足音のするその方向から目が離せなくなった。最後の鳥居2本くらいまで来て姿がうっすらと見えてきた。中年の女性では服を着ている。両手で重そうな布袋を前に下げ持っている。布袋の上部にはペットボトルのキャップ部分が7、8本分見える。その女性は近くまで来ると、すごい厚化粧で顔は真っ白。自分らの前をこちらを見ようともせずに通り過ぎた。女性が角を曲がってから黒の方を向くと、伏せの状態で小刻みに震えてた。それから家に戻るまでの間黒は道端に2回生えた。黒はその晩、飯を食べず今に至るでなんとなく調子が悪そうで、ペット病院に連れて行こうかと思っている。それから黒の散歩は神社コースはやめたので、あのペットボトルがどうなったかはわからない。神社の噂をそれとなく周囲に聞いてみたが、これまで2回ほどぼや騒ぎがあったという。2回とも、遠くから炎が上がっているのが見えたので通りかかった人が通報し、しかし消防が駆けつけると、何かが燃えたような跡は一切なかったんだそうだ。わけがわからん。第5話、恩人との再会。正午の時、通学路の交差点を渡っていた時、右折車が横断中の俺めがけて突っ込んできた。催眠術にかかったように体が動かず、突っ込んでくる車を呆然と見ていたら、あらぬ方向を見ているドライバーの顔まではっきり見えた。後ろから突き飛ばされ、俺は難を逃れた。が、俺を突き飛ばしてくれた大学生は車に跳ね飛ばされた。泣きながら近所の家に駆け込んで、救急車と警察を呼んでもらい、自分は警察の事故処理係にできる限り状況説明をした。後日、家に警察から電話があり、大学生の入院先を教えられ、母親と見舞いに行ってお礼を言った。中学1年の時、父親の仕事の都合で同県内の市街、というか山の中へと引っ越した俺は、そこで先生となっていた九段の大学生と再会した。
お互いに驚き、再会を喜びつつ、3年間面倒を見てもらって、南西中野分校なので、先生はずっと同じなのだ。俺は中学を卒業し、高校進学とともに市内に戻った。地元の教育大学に進学した俺が、教育実習先の小学校へ向かう途中の交差点で、自分の前を渡っている小学生の女の子に、右折車が突っ込もうとしているのを見た。次に、ドライバーが携帯電話で喋りながら運転しているのが見えた。スローモーションみたいに流れる情景に、嘘だろ。と思いつつ、とっさに女の子を突き飛ばしたら、自分が跳ね飛ばされた。コンクリートの地面に横たわって泣いてる女の子を見ながら、あの時先生もこんな景色を見たのかな。とか考えつつ意識を失った。入院先に俺が助けた女の子の親が見舞いにやってきた。彼女の親は中学時代の恩師であり、俺の命の恩人その人だった。これで借りは返せましたね、と俺が言うと。バカ。最初から、借りも貸しもないよ。と先生は言った。ベッドの周りのカーテンを閉めて、俺たち二人、黙って泣いた。第一話、リビングの物音。2年くらい前の話です。僕は当時、一人暮らしをしていました。借りていたアパートは 1LDK で、リビングとキッチン両方にテレビがありました。平日は、会社から帰ると風呂に入って、キッチンでテレビを見ながら食事をするのが習慣で、その間、リビングの電気は消してあります。ある夜、いつものようにテレビを見ながら、キッチンで夕食をとっていました。すると暗闇のリビングから、と、何か金属の鎖か何かが落ちるような、小さな物音がしました。なんだろうとリビングに行きましたが、何も変わったところはありません。その時は特に気にすることもなく、そのまま夕食を取り終えました。しばらく経った夜、同じようにキッチンで夕食を取っていると、暗闇のリビングから、と、今度は壁を木の棒で軽く擦るような物音が聞こえてきます。うん？とリビングを覗き込み、今度は電気もつけましたが、やはり変わった様子はありません。その時も気のせいだと思い、やり過ごしました。さらにそれから数日経ったある夜の夕食中、またしても電気を消したリビングから物音です。と、今度は小さな瓶が倒れるような音です。これははっきりと聞き取れました。隣の部屋とか上階とかではなく、明らかにうちのリビングの中の音です。速攻でリビングの電気つけました。しかし、やはり見た限り異常なし。そもそも、そのような音をさせる瓶すらリビングに置いていません。得体の知れなさで、ここで初めて僕は怖くなりました。その後しばらくは、そのようなことは起こりませんでしたが、ついにその日は来ました。その日は、仕事が繁忙期の残業で、夕食は午前1時過ぎでした。コンビニの弁当を食べながらテレビを眺めていると、大量の本か何かが床に落ちるような物音が、リビングで発生です。椅子から飛び上がって、リビングに駆け込み電気をつけるも、やはり何もなし。音の主と思われる本すらありません。いつのもまま。でも、明らかにこのリビングから音は聞こえたのです。全身に鳥肌が立つような恐怖に襲われ、呆然と立ち尽くしていると、突然リビングにある電話が鳴りました。その時僕は、電話といえば携帯でこと足りており、プライベートも仕事も、すべて電話は携帯を使用していて、家の電話は引いてはいたものの、全く使っていません。そもそも、この家の電話番号を知らせているのは、実家と会社の人事部だけです。友人や知り合いは、誰も知り得るはずのない番号です。もちろん、電話帳にも登録していません。僕は、反射的に電話を取りました。はい？電話の向こうは沈黙しています。もしもし、〇〇ですが？無言状態が続いています。僕が電話を切ろうとしたその時、受話器の向こうから声がしました。ナビゲーターのような、年齢が推測できない、感情のこもっていない女性の声です。今のは私がやったんじゃないんです。え？これまでのも、私がやったことじゃありません。どちらにおかけでしょうか？
私じゃないんです。ただ、もし今度音がしても、もう見に行ったりしないでください。そうすれば音はなくなります。それから5秒くらい無言状態で、そのまま電話は切れました。その晩は恐怖で眠れませんでした。次の日からリビングは夜は常に電気をつけ、テレビもスイッチオンにした状態にしておりました。電話の相手が言ったような、次に音がするようなこともそれ以来ありませんでした。転勤により、それから4ヶ月くらいで実家に戻ってきましたが、今でもあの時のことを思うと怖くなります。第2話、変な部屋。小学校3、4年頃だったと思う。その頃は、両親ともに実家から数キロ離れた工場で働いてたから、俺も小学校終わってから、工場近くで一人遊んで待つという習慣がついてた。工場の近くには、薄暗い神社や暗く湿ったトンネル、広いゴミ捨て場があったりして、いつも一人であちこち探検して、夕方に工場に戻って、両親と一緒に家に帰る生活だったんだ。ある時、工場近くで、知らない同い年くらいの男の子3人に、かくれんぼに誘われた。俺は誘われたことが嬉しくて喜んで参加して、逃げまくって必死に隠れた。知らないアパートの物置の裏に隠れてたら、さっきの男の子が一人合流してきた。クスクス笑い合ってたら、この家面白いんだぜ。と言い出し、外にある階段を登り始めた。男の子についていくと、2階に上がりきらずに階段途中で壁面を指さす。アパート1階部分の天井付近にある小窓を見ろ、ということらしい。俺は身を乗り出してその小窓を覗いた。部屋の中には、ステンレスの風呂釜がある。風呂？壁はコンクリのようだったと思う。風呂釜以外何もない。何？不思議なのはそこではなかった。その部屋にはドアがないのだ。変な部屋だね。振り返ると、男の子は1階に走って行ってしまった。そこでかくれんぼは終わった。工場へ帰り、家に戻る最中、その家のことを親に話してみた。勝手に人様の家を覗くような真似するんじゃない。親父に一喝されて、その話も終わった。それでも不思議な家という印象は変わらず、次の日もアパートの階段を上り、その風呂を覗いた。やはりドアはどこにもない。水気もない。人気もない。異質なものを感じて工場へ帰る。親父にもう一度話してみた。たまたま機嫌良かった親父は、しつこいなお前は。と言いながら、俺の案内するアパートへついてきてくれた。ほら、ここ。俺が指さした小窓を親父が見る。なんだ？親父の顔色がさっと変わったのをはっきりと覚えている。突然、アパート全体を見渡し、眉をしかめた。おい、これは、普通の家じゃないぞ。そう言って、俺の手を引いて慌てて階段を降りる。わけもわからず一緒に走る俺。記憶はここまで。ゴールデンウィーク帰省して、昨日このことを思い出し、ふと親父に聞いてみたが、覚えてないが、そういう未体感世界はある。などと言っていた。第3話、夢の女と峠の女。俺は幽霊は見たことないんだけど、夢とそれに関する不可思議な話。俺は中学3年くらいの頃から、変な夢を見るようになった。それは、ショートヘアで白いワンピース着た20代くらいの女が、無表情で俺を黙って見てるという夢。夢の中で俺が話しかけても、何も言わず黙ったまま。今でも月に2、3回くらい見るんだが、当時は週に5回は夢に出てきた。その夢の女なんだが、俺は全く見たことない顔で、家族に話して心当たりないか聞いても、誰も知らないという。そして少し月日が経って高校の頃、法事で親戚が集まった時に、おばさんに声をかけられた。そのおばさん曰く、たまに一瞬だけ俺の後ろに女が見えると。ちょっと前から、盆正月会ってた時に見えて。うん？って思った時にはいないから、気のせいだろうと思ってたけど、今日も一瞬見えたから言ったんだと。これが聞いてみると、どうも特徴が夢の女っぽくて、その場でこれ聞いてた母親がビビって、地元に住む法人さんっていうばあさんのところに連れてかれた。
この放任さんって人は、イタコやユタみたいなシャーマンらしく、何やら俺の前で30分くらい拝んでたが、それが終わると俺に言った。どうも俺は夢の女に惚れられたらしく、それがベタ惚れで、払うことができないらしい。俺に危害を加えるようなことはおそらくないから、俺に飽きて夢の女の方からいなくなるのを待つしかない。いつ消えるかわからないが、結婚は難しいだろうと。結局どうすることもできず、そのままずるずると今に至るわけだが、ここまで前置きの話。俺は今、とある大学生で、こないだ友達3人と一緒に肝試しに行ったんだ。肝試しつっても、夜中のドライブがてらある峠を通るだけなんだが、この峠は旧道になってて、近くにトンネルができてからは滅多に車が通らなくなった道。なんでも、夜にここを車で通ると、女が上から降ってきてフロントガラスから睨みつけるとか。その日、友達の A が運転席、B と C が後部座席で、俺が助手席に乗って、深夜1時頃その峠に行ってみた。道中は、さすがに真っ暗でみんな雰囲気に飲まれて無言だった。もう少しで道の半分くらいってところで、いきなり後ろの二人が騒ぎ出した。後ろから女が追いかけてくる。そんなこと言いながらすげえパニクってる。俺も後ろ見るんだが、暗くてよく見えない。つかそんな女いない。でも後部座席の B と C は、後ろ見ながら。もっとスピード出せ。とか叫んでる。運転してる A は、俺と同じでそんな女見えないらしく。マジかよ。とか言いながら車の速度を上げるんだが、何分見えないんで、どれだけスピード出せば振り切れるかわからず、B に。もっと上げろ、追いつかれる。とか言われるもんだから、全力で峠を走らせてた。どうやら、峠の道を突っ切ったあたりで女は消えたらしく、そのまま具合が悪くなった C の家に行って、怖いんで朝方まで C の家で話をすることに。そこで B が言うには、女が長い髪をなびかせながら宙に浮いた状態で、すごい形相で追いかけてきた。と。B は気づかなかったが、C はもっとよく見てて、その女は頭から血を流してたらしい。そして朝になって各自解散。俺はそんなもん見なくてよかったとほっとしてたが、ある形で見てしまった。その晩、夢の中で、長髪の女が俺を睨みつけるように立ってた。その顔は頭から血どころか顔面血まみれの状態で、何やらつぶやいてる。俺は即座に峠の女だと直感し、動けずにいると、俺の横から誰かが出てきた。それはいつも見る夢の女だった。いつもはただ立ってるだけの夢の女は、峠の女に近づいていき、向き合う形に。そして、ものっそいビンタ張ってた。もうなんていうか。って音がして、峠の女がぐらついてよろめくぐらい。そこで俺は、強制的にまぶたを開けて無理やり目を覚ましたが、もう心臓バクバク状態。その後も、夢の女がいつものようにただ立って俺を見てるだけの夢を見る。今も見る。打足になるが、峠の女はどうも、俺たちと一緒に C の家についてきてたみたい。やはり肝試しの次の晩、C が寝てると、部屋を誰かが歩き回る音がする。C が目を覚ましてみると、峠の女が顔面血まみれで睨んでて、C と目が合うと、何やらつぶやき始めたらしい。C は布団かぶって震えてたが、つぶやきが止んだので見てみると、もう峠の女は消えていなくなっており、それっきりらしい。長くなったが、最初に言ったように俺は幽霊を見たことはない。見たのはただの夢だけ。そう、ただの夢。だけどねー。第4話、ゴミ屋敷のおっさん。地方紙に載った話。自分が住んでるところは群馬の閑静な住宅街だが、一軒だけ外れの草深いところにボロい2階屋があった。いわゆる口ゴミ屋敷で、家の前にタンクとかモーターみたいな部品が積み上げられてて、ブルーシートが被せられてたんだが、夏場に漂う異臭も相まって、近所でもトラブルになってた。町内会で嫁が聞いてきた話によると、住んでるのは50から60のおっさん。不愛想で、気まぐれに挨拶したり無視したりと気難しそうな人で、日中はほとんど家に閉じこもってたみたい。一度苦情申し立てに行った勇敢なおばちゃんによると、酔ってるのか、うなずいたり終始無言だったり、まあよく聞くゴミ屋敷の変人だったそうな。で、異臭の他に問題なのが、ブーなのかズーなのか、なんとも言えん音。自分も近所なので、買い物帰りに家の前通ったりしたことはあって、聞いたことはある。
さほど大きい音ではないけど、何かの低周波みたいな音がずっと流れてた。これ、近所にしてみたらイライラするだろうなぁ、と思ったんだが、嫁の話で、実際これがトラブルの元だったと知る。玄関脇のこじんまりした庭に、物見櫓みたいな鉄塔があって、やや大きめのアンテナもあった。低周波はここから出されてるのかとも思ったが、よくわからなかった。個人宅なのに、無線マニアとか思ったな。無線がどういうのか詳しくないので違うかも。そんなことが続いていたある年、とうとうこの音が耐えきれなくなるくらい大きくなったとかで、ついに市役所が動いて、ゴミを撤去することになった。それがどういうわけか、夜には警察沙汰に。ここら辺りまでが新聞に載った。ここからがやっと本題です。長々と前置きですまん。実は自分には、県警に高校時代の友人がいる。二人とももういい年のおっさんなんで、そいつもそこそこの役職にいるやつです。久しぶりに集まって飲んだ時に、ふとそのゴミ屋敷の話が出たんだよ。これはその友人に聞いた話。市職員がそのゴミ屋敷に入った際、中は例に漏れず生活ゴミやお物もいっぱいだったが、機械とか器具で埋め尽くされていた。動いてるのもあれば、壊れたまま放り出されたものもあった。中には戦時中の加圧器みたいなのまであった。メーカーに問い合わせたら、戦時中に生産されていたもので、当然もう使われていないとのこと。加圧器？これは少々信じがたいので、友人に何回も確認したけど、確かに戦時、もしくはそれ以前に作られてたものらしい。あと、壊れてたけど、かなり初期の PC、80年代初期あたり、もあった。これで終わればただの奇人変人で済んだのだが、問題は、そこに住んでたのがおっさん一人じゃなかったってこと。なんと、おそらく計6人。他2名がその家に住んでたそうな。他2名はなんとなくお分かりかと思うが、死体でした。40年以上経って白骨ミイラ化したのが2体、2階部屋の隅に寝かせられてたそうで、これで通報されました。おっさんを除く後の5名は、親族なのか息子なのか、みんな男性。全員いわゆるあわあわな人たち。うち何人か見た目がよく似てるので、苦情おばちゃんも全く気づいてなかったみたいだな。当のおっさんはというと、通報するしないで押し問答のうちに姿をくらまして、どこに行ったのかわからなくなってる。これは、さっきまで話してたおっさんだと思ってたら、いつの間にか別のあわあわさんになってたからだそうで、その場の誰も気づかなかったらしい。おそらく6人というのは、それが確認できないため。当時警察では、機械の設置具合から、おっさんには専門的知識があった。あとの5人には到底できないものだと見てたらしいけど、そのおっさんがこの家で何をやっていたのか、どういう身の上で、どこから来てどこへ行ったのか、全く見当もつかず。結局、ゴミ屋敷で死体遺棄、例の5人は施設に保護という形で終わらせたそうです。10年くらい前の話。ちなみに老朽化してボロボロだけど、その鉄塔はまだ近所に立ってる。低周波はもう聞こえてません。第5は、母ちゃん。うちは母子家庭だった。母ちゃんは地元のスーパーのパートさんで、一人で俺を育ててくれてた。親父が何してた人だったかは知らないけど、会った記憶もない。気がついたら古い小さな集合住宅の一室で母ちゃんと二人暮らしてた。俺は重度の小児喘息の持ち主で、毎晩寝入り花と、夜明けの体温と空気の温度差が激しくなる頃に発作が出て、吸入器を加えさせられ、収まるまで母ちゃんが背中をさすってくれていた覚えがある。時々泡を吹いて息ができなくなって、でも母ちゃんがそんな俺を抱えて救急病院までタクシーで行ったこともあった。とある、まだ小学校に上がる頃の日、自分の激しい咳で目が覚めて、母ちゃんが部屋の電気つけて、俺はあまりの息苦しさと咳の激しさで意識が飛んだ。それからしばらくしてある日、家族で隣の市の有名な祭りを見に行こうという話になった。俺と両親、それに4歳になったばかりのいたずらな妹と4人で車に乗り込んだ。土曜の午後お祭りを見て楽しみ、日も落ちたので帰ろうとなった。高速に乗る前に、何か夜食べるものを買って帰ろうと、高速入り口近くのスーパーに車を止めた。妹が受け跡店内に向けて走り出したので、両親はおいおいと追いかけた。俺はもう小学生だったので、自分の食べるものを選ぼうと惣菜コーナーへ行ってみた。
すると三角巾をつけたおばさんが値札のシールを貼り替えてる。俺は何気にその横顔を見て、はっと気づいた。母ちゃん。白髪混じりの疲れたおばさんがこっちを見た。母ちゃん。自分の状況を理解できず声を出せないでいると、おばさんは、大丈夫?という顔で笑った。母ちゃん。俺だよ、名前なんだったっけ?あなたの息子です。背中をよくさすってもらってた。でもこれどうよう?なんて言えば伝わるんだろう?わからないままあうあうとしてた。おばさんは、どうしたの僕?迷子?おばさんはしゃがみ目線を合わせ聞いてきた。懐かしい顔が目の前にあった。何年も会いたかった母ちゃんの顔が。子供心に、いいんだ今の世界がどう混乱しても、母ちゃんにお礼言いたい、背中さすってもらいたい、ただ、母ちゃんありがとうと言いたい、と覚悟を決めて呼びかけようとした時に、不意に後ろから抱きつかれた。お兄ちゃん、いた。驚いて振り向くと、妹が無邪気な笑みで笑いかけてきた。その後両親が来て、食うもん何か選んだか?と父さんが聞いてきた。母ちゃんは、あら見つかった?よかったね。と笑い、立ち上がり両親に会釈をすると奥へ消えていった。お母さんが頭をくしゃっと触り、お菓子も買っとこうか。と言った。俺は母ちゃんの消えた方を見送りながら、うん、そうだね、と答えた。すべて実話です。前世ってあるんだなと思った出来事でした。その人とはそれきり会ってません。高校生になった頃、スーパーへ行ってみましたが潰れてなくなってました。第1話、ラージヒルかよ。会社の同僚が亡くなってから約1年。同僚といっても彼は50歳過ぎの大先輩。昨年3月に小さな胃がんが見つかり、早めに取ってしまおうということで4月初旬に腫瘍摘出手術を行った。術後回復も順調で、手術から5日目には私も見舞いに行き面会をしてきた。面会は手術後3日目から許可されていて、会社の後輩の中では3日目に見舞いに行った人間もいた。今だから言えるのかもしれないが、3日目に面会に行った人間の報告と、5日目に私が面会に行った時の印象との違和感は、気のせいではなかった。5日目に私が見舞いに行くと、なんだか聞いていた報告よりも元気がない。術後8日目深夜、巡回中の看護婦が同僚がベッドから落ちているのを発見。この時点で心肺停止を確認。午前2時過ぎ、家族により心臓マッサージの終了希望があり、帰らぬ人となった。ちなみに、死因は医療ミスによる心臓麻痺。これは病院側が正式に認め、遺族に謝罪した。個人からは生前にたくさん可愛がってもらい、私は独身だが、当時の私の彼女と個人の家族との間には、同僚としての付き合いにはとどまらない、いい意味で親密な付き合いがあった。そのせいなのか、去年の11月頃、布団がベッドから落ちたのに気づいた私は目を覚ました。半ば目を閉じながら上半身だけ起き上がり、落ちた布団を引っ張り上げ、そのままの勢いで再びベッドに寝転んだ。この時、少しだけ開いたまぶたの隙間から、何かの存在が映った。同僚が立っていた。ちょうど私の腰の横あたりに立ち尽くしている。私は悲鳴を上げた。この時の悲鳴は、うわぁ、なんだ〇〇さんか、だったことは鮮明に覚えている。しかし、親しい人ではあったが、怖いものはやはり怖い。怖さのため目を開けることができず、私は必死にお経を唱えたり、私の親族の仏様の名前を出して、助けてください助けてくださいと念じたり、あれやこれやと繰り返した。しばらくして薄目を開けてみた。おい、まだ普通にいるよ。ディテールとしては、私のことを見下ろしている。姿勢はかなり前傾になっていて、大げさに言うならスキーのジャンプ競技のような感じだった。色は白黒ではなくカラーだったが、暗闇のために非常に淡い。また、透明とまでは言わないが、透過もしていた。着ている服は白いポロシャツとベージュのスラックス。亡くなった時の着衣ではなかった。そして表情、これは不明。そこまで細かい解像度ではないことと、怖くて顔を凝視することができなかったこと、この二つの理由により表情はわからなかった。何回かチラ見したけど、灰色系でパーツ単位までは見えなかった。
少し落ち着いてきた私は、自分は何も悪いことをしていないこと、何か伝えたいことがあるから出てきたのではないか、などを考え始め、勇気を振り絞り目を全開に開けてみた。当然のようにまだ立ってる。私は、何か言いたいことがあるなら聞くよ。奥さんに伝えるよ。どうしたの？と繰り返し念じてみた。しかし一向にメッセージらしいものは発せられない。数分が過ぎた頃、突然足元からスーッと消えた。私は慌てて部屋の電気をつけた。誰もいない。しかし空気中に白い煙みたいなものが充満している。そしてこの煙も1分ほどで消えた。一体何を伝えたかったのか、私には全くわからない。ただ、その時の場の雰囲気、そのものの持つ雰囲気、そのものが発する雰囲気、これらが非常に暗く、救いがなく、無念で仕方がなく、悲しみしかないことを表していることだけはなぜか理解できた。だからこそ、私は初めのうちは怖かったんだと思う。この話はまだ遺族には伝えていない。遺族に会う機会がないからなのだが、会った際に言うかどうか、迷うところだ。個人の使用していた会社 PC に保存されていた思い出の動画など、会社側に消去される前に私がデータ保存して CD に焼いてあるが、これをまだ遺族に渡せてないからなのかな？それにしては怖いオーラ出しすぎだよ〇〇さんったら。近いうちに渡すよ。近いうちじゃなくて、さっさと渡してこい。ってことじゃねえの？逆に渡すなってことかもよ。PC の、会社の、PC の中にある、エロ動画を消しておいてくれ。すごい奴が、ものすごい奴が入ってるんだ。あれを見られたらしまいだ。どうか、頼む。お願い、だ、と、う、か。第2話、家の少し手前の直線道路。23時に仕事が終わって車で帰ってる途中のことなんやけど、家の少し手前の直線道路に差し掛かった時、いっつもついてる街灯が全部なぜか消えてたんですよ。そこでまず気味が悪くなって、ライトをハイビームにしたんです。そしたら、道路の左側になんかあるんですよ。もともとそこには中くらいの祠みたいなものが立ってて、毎日そこを通ってるから見慣れてるんですが、その日はその祠の横になんかあったんです。で、だんだん近づくにつれて、それがどうやら人だってことが分かったんですね。それでなんかうちはほっとしたんですよ。なんだあ人か、みたいに。でもいよいよその人がはっきり見える位置に来て、正直背筋がゾゾゾってしました。ピクリとも動かんのです。道路に背中を向けた状態で、両腕が脱臼したみたいにブラーンと下に垂れてて、頭もガクッと垂れて前のめりで。顔が全く見えんのです。髪が長くて頭を垂れてるから髪が顔全体を隠してしまって。通り過ぎた後、3回ミラーで確認して、4回目見ようとすると街灯が全部ついたんですよ。で、ミラー見たらそこには何にもなかったです。あれからその道は夜通らないことにしてます。怖い。街灯が全部消えてるのもそうだけど、なんか激しくやだな。こういうのって記憶に強く保管されるパターンの恐怖な気がする。いきなりシャンプーしてる時とか思い出すんだよね、ふと。そんで、うわぁ、寺こえーよー、と。もっと詳細やけど、その格好も異様な感じだったんよ。夏だったのに今時着ないだろ、みたいなトレーナーにロングスカート。なのに素足にスニーカー。全体的に汚れてるの。しばらくは思い出して夜寝れなかったが、こっち振り向かれなくてよかったー、と思っています。女性だけだと、変な人がいるなー、で済むが、街灯とセットだと一気に恐怖度が増すな。相手が幽霊で、辛いことがありすぎたとしても、人を怖がらせて迷惑かけちゃいけない。幽霊も人間だから人の道外れちゃダメ絶対。怖がらせたら悪いと思って街灯消したのにハイビームにするんだもん。それ、完全に逆効果や。第3話、何かが聞こえた。俺がまだ幼稚園の年中の頃の話だ。ある夜に、俺を真ん中に親父と弟とで寝ていた。ふと夜中に目が覚めた。小さい頃から俺は音に敏感だったから、何かが聞こえたんだと思う。いつも豆電球をつけて寝ていたから周りがよく見えたが、何もいなかった。
それでもなぜか電球のあたりが気になって眠れない。しばらくするとそこからラジオのような音が聞こえてきた。最初はうんと思ったが、上の階に中学生のお姉さんがいたので、その人がラジオを聞いているんだと思ってまた眠ることにした。耳を澄まさなければ聞こえないほどのとても小さな音だったが、やはり音に敏感だった俺は眠れない。すると今度はラジオに代わりピアノ演奏が聞こえてきた。先ほどよりも音が大きく聞こえた。お姉さんの家にピアノがあるのも知っていたので、やはりお姉さんだと思った。とうとう我慢できなくなった俺は隣の親父を起こして、ピアノの音がうるさいよと言ったが、親父は耳を澄ました後、気にしすぎだ、何も聞こえないと全く相手にしてくれなかった。仕方なくまた寝ようとしたが、音は普通に聞こえるくらいの音量になってきていた。たまらずもう一度親父を起こしたが、親父は全く取り合ってくれなかった。弟を見ると、弟も全く聞こえてないらしく、ぐっすりと眠っていた。なんでみんな気にならないんだろうと、少し違和感を覚えた頃、ようやく音が止んだ。安心して目をつぶると、今度は洋楽っぽい音楽が流れてくる。明日は、男の声で何かを歌っていたが、音が小さくてよく聞こえない。もう気にするのをやめようと横になっていると、だんだんと音が大きくなり、何と歌っているのかが分かってしまった。お前は明日死ねえ。お前は明日必ず。ここで初めて俺に歌っているのだと理解した俺は、怖くなって耳を塞いだが、歌はどんどんはっきりと聞こえてきて、耳を塞ぎながら震えていた。いつの間にか泣いていたらしく、父が俺の異変に気づいた。その頃にはもう夜明けだった記憶がある。親父はわけのわからないことを言う俺を連れて母の部屋に行った。どうやら俺は熱があったらしい。俺の記憶はそこまでだが、その後熱がどんどん上がり、その日の夜には泡を吹いて意識を失って、救急車で運ばれたそうだ。まあなんとか生きてるわけだが。童謡チックな歌なのかな、男の声で、だしなぁ。しかし怖え。童謡というか、縁屋が歌ってそうな、すごい綺麗な感じの歌だったよ。男の人が2、3人でハモってたような。だから最初は、子守歌みたいで眠ろうとしたんだけどね。親は、俺が倒れるまでずっと今日死ぬんだというのが不気味だった、と言ってた。幼すぎて、その歌を純粋に信じてしまったのも悪かったのかもしれない。最近その話の真相を親に言ったら、また違う話になったんだけど。つか基本的にどっから聞こえてきた、その曲。その歌を純粋に信じてしまった自分も悪かったのかもしれない。前に、悩むところもちょっぴりずれてるかもよ。502面白す。音は説明しにくいんだけど、部屋の電気の上らへんからだった。電球の上と天井の間から？というか、俺ずれてんのかな。その違う話をプリーズ。気になるお。つい最近その時の話になって、俺はようやく当時の真相を語れた。すると両親がかなり驚いて、顔が真っ青になっていた。両親曰く、病院に着いてから医者が痙攣を抑えるため、だけではないのだろうが、に薬を大量に投入したらしく、両親はとても不信感を抱いたらしい。もちろん、しばらく入院ということになってたんだけど、親父が、殺す気かごらーと無理やり家に連れて帰ったらしい。普段おとなしい親父が珍しいな、なんて言ったら、だってあんた、救急車待ってる時に半目で、今日返してね、明日なら間に合わないからって言ったのよ。意味がわからなかったけど、後でそのことを言ってるんだって直感した。かららしい。もちろん、俺は言葉どころか、その後半年ほどの出来事を覚えていない。ただ、両親はやはり印象に残っているらしく、とても詳しく説明してくれた。俺は次の日には目を覚ましたけど、薬のせいで1週間ほどぼーっとしたまま、だらしなく口を開けていて、首がずっと傾いていたらしい。あの時、首が曲がっているお前を見てゾッとした。医者はお前にまた薬を投入しようとしていたから、このままだと助かっても、植物人間になってしまうと思った。連れ出してよかった。そうな。大げさだったのかもしれないけど、俺は両親のおかげで助かったんだと思う。第4話、深夜の住宅地。人生で一番そういう体験をしたのは二十歳前後。大学時代、夜中に大学のある京都から大阪の自宅へ、
ドライブがてらに車で友人たちに送ってもらった。もう午前1時を過ぎていたが、自転車を最寄りの環状線の駅に停めていたせいで、家ではなく駅まで送ってもらい下車。自転車で家までの1、2、3分程度の道のりを走っていたのだが、無性に人に会った。家に帰るまでに6、7人には会った。一応都心であるが、住宅地なので大通りから家へ入った帰宅路には、そんなに人には会わないはずだ。もう夜中の午前2時前だし。今日はなんかお祭りだったっけ？だからいっぱい人がいたのかな？と家に帰ってから考えもした。なぜなら全員着物、浴衣？を着ていたし、会ったのは全員子供かおじいさんだったので。でも気にかかることがある。それは全員たった一人で立っている。50メートルに一人に出会う感覚。それも家の前にぼーっと立ってたり、電柱の横に立ってたり。見かけた子供も、近くに親も友達もいないのにおかしいな、と思って、ふとカレンダーを見た。その日はお盆だった。でも確かに見たので、本当にいたのかもしれない。はっきり確認できないけど、ちょっとおかしいぞってな程度の体験しかない。そろそろお盆だな。俺の家にも死んだばあちゃん、帰ってきてくれるかな。お盆だったんだ。それだったら出るかもね。家の横にぼーっと立ってたり電柱の陰にいたり、私のいる地域でそういうばあちゃんたちいます、実際に。まあ、大体は温泉駅の送迎バスを待っているんだけどね、多分。第5話、同じ部活にいた外国人。俺が中学生だった時、同じ部活にイスラム教徒の3人、仮名、ってやつがいた。俺は真からってほどではないが、こいつと妙に気が合わない部分があり、よく喧嘩したりしてた。とは言っても殴り合いってほどではない。先生に見つかったりしたら大変だしな。こいつはちょっとからかうとすぐに切れるやつだったんで、バーカバーカ、とでも言ってやれば、すぐに追いかけてきた。わかるやつにはわかると思うが、逃げるのも楽しい。で、たまに自分の持ち物がそいつに隠されてたり、いたずらされたりするわけだ。その繰り返しだな。これだけ見ると可愛いもんかもしれないが、本人たちは7割は本気で憎しみ合ってたと思う。ある時は、自転車で4、5キロ追いかけ回され、商店に逃げ込んだこともあるくらいだ。ある時、買ったばかりの筆箱がぐちゃぐちゃにされてた。落書きされ、切られ。それは母親が買ってきてくれたもので、なんだか当時本気で頭にきて、先生にチクってやった。三人はこっぴどく怒られた。俺はスカッとし、気持ちよく帰宅した。次の日、奴は俺に仕返しに来るかと思い、いつ来ても俺は最高のダッシュで逃げてやろうと待ち構えてた。二時間目かな、終わった時に廊下で、次は体育か、などと思ってた。その時だった。ジュルッと何かが前を通ったと思った次の瞬間に、後ろから首を締め上げられてた。俺は一瞬で三人であると理解した。そして、これが単なる首締めでないことも。俺は首を、靴紐より少し太い程度の紐で締め上げられてた。最初にジュルッと目の前を通り過ぎたのは紐だった。足が浮いてる気がする。やばいと直感的に思った。今このフロアには誰もいない。今思うと、キムタマ握れば話す気もする。が、とっさに首を絞められると頭が回るもんじゃない。意識がおかしくなり、ごはっと変な咳が出た。走馬灯は見えなかったが、この時少し死を意識したと思う。次の瞬間に、衝撃とともに三人の体勢が崩れ、俺は咳をしつつ涙目で転げ回った。同じ部活の友達、山口がタックルしてくれたのだ。意識がまだはっきりしないものの、山口が三人を説教しているのを見て安堵した。俺はまだ咳込みながら、お前、ふざけるなよマジで死ぬとこだったぞ、と言って、とりあえず逃げておいた。後で山口に、お前もさっきのは危なかったぞ。仲直りしておけよ。と言われた。なんというか、三人も殺そうと思ったのではない。ちょっと度が過ぎたか、切れたんだと思う。度が過ぎてるにも程が、と思うかもしれないが、それが国柄の違いというか。その証拠に、後に三人とは和解し、友達になった。まあ、俺が言いたいのは、特に外人に対しては接し方に気をつけろってことだ。日本人の常識は日本人にしか通じない。
今俺は夢だった仕事に就け、日々充実し、あの時殺されなくてよかったとたまに思う。山口はオリンピックに出場したとかって話だ。まあ、マイナー競技ではあるのだが、陰ながら応援している。殺す気満々じゃないか。山口がいなかったら間違いなく死んでたぞ。首絞められて気絶したふりでもしとけば、三人の人生やぼんだったのに。お人よしだな。きちんと確認してなかったんで何とも言えないが、ロープを用意してる時点で計画的だよな、と書いてて思った。壊す。なんつうか、単純に気違いってわけじゃないんだよな。そうだったら危なくて近寄らないし。単純に、日本人にとってやっちゃダメなことってのが、彼らにとっても同じだけやっちゃダメなのかというと、それは違うっつか、難しいな。俺はこの一件以来、外人にはなるべく慎重に対応しようと心がけてる。トムとジェリー的な感じに読めた自分はおかしいのか。別に、外国人だから怖いってわけじゃないな、これは。日本人だってブチギレたらやるでしょ。力なければ首絞めはできないけど、刺すとか、階段から突き落とすとか、やり方はいくらでもあるし、中学生って体力行動力はついてきても、まだ子供だから頭に来たら衝動的にやっちゃうもんだよ。いじめいくない。これは書き手と三人に悪霊がついてて、オリンピック選手になるほどの強い精神力を持った山口の一括によって、二人についてた悪霊が消え去り、その後和解したという話だ。ここは俺の顔に免じて、オカルト板的にそういうことにしておこうではないか。第1話、男女2人の霊。大学時代の友人の部屋は、夜11時ぐらいになると、誰もいないはずの押し入れ、風呂場やトイレから気配と水音がしたり、言い争う声らしきものが聞こえたりと、結構頻繁に怪奇現象の起こる部屋だった。そいつは、男女合わせて2人の幽霊が一緒に住んでるぞ。まあその分家賃安いから、3人でシェアしてるみたいなもんだな。なんて言い放つほど強端な奴だったが、そんな男もだんだんひどくなる状況に嫌気がさしてきたらしく、なんとかしようということに。コンパで知り合った自称霊感少女に、その部屋の様子を見てもらおうとお願いして、九段の部屋に泊まり込みで酒盛りをした時のこと。ほどなくしてトイレの水を流す音がした後、以前に泊まった時よりも激しいラップ音と、ボソボソと喧嘩をするような声が始まった。あまりの激しさにみんな引きまくって、どうしようかと相談してたら、それまで押し黙っていた霊感少女が、いきなりケタケタと笑い出した。みんながこれはやばいと感じて、笑い続けるその子を放置して、一目散で玄関から我先にと外に飛び出した。アパートの目の前の駐車場で、やべえよとか言い合ってたんだけど、10分ほど経って、その子から携帯見てるが。もう大丈夫だから部屋に戻っておいで。ビクビクしながら戻ってみると、女の子は普通にテレビ見ながらビールを飲んでた。ほっとしつつも何が起こったのかその子に聞いたら。確かに男と女の二人の霊がこの部屋にはいた。どうやら付き合っているらしい。でもあんまり仲が良くなくて、最近は喧嘩ばっかりしている。とのこと。さっき笑ったのは、女の霊が男の霊に。トイレでうんちした後なんて流さないの？と。本気で怒ってることがおかしかったらしい。結局、その子が喧嘩の仲裁に入った後、女の霊に。あんな男とは別れてどっか行け。と言ったら女が消えて、それを追うように男も消えたとか。以後、その部屋で怪奇現象が起こることはなくなったけど、女を見捨てて逃げ出した最低な男たちとして、しばらくその霊感少女にはいじめられました。笑った。生きてる人間とそう変わらない日常を送ってたんだな。リア充成仏しろ。霊もうんちしたら流すんだな。てかするんだな。霊っつうよりも残留思念っぽいな。そんな感じで、同棲してた頃にも喧嘩して別れたんだろう。古参の住人に聞けば、詳しい事情がわかったんじゃないかな。まあトイレだけにこの話は水に流そうぜ。第2話、駅の監視カメラ。さっきホームから突き落とされそうになった。確かに背中を押されたが、間一髪どうにか踏みとどまり、後ろを確認してみたら、
自分の周りには誰もいなかった。駅員がやってきて、あんた死ぬ気か？と説教された。どうやらホームにいて俺を見てたらしい。ちょっとして別の駅員が走ってきた。今、この人を突き落とそうとした女はどこに行った？説教した駅員も俺もポカーン。後から来た駅員曰く、監視カメラで、俺が女に突き落とされそうになったところを見たらしい。しかし、誰もそんな女は見てない。ちょっとビビった体験でした。監視カメラ見せてもらえ。はっきり言って殺人未遂と一緒じゃんか。あ、実は話の続きがあるんだ。殺人未遂事件になりかねないから、警察呼んだわけ。で、来た警官3人と駅員数名とで、監視カメラ巻き戻してみたんだが、女なんか映ってなかった。俺が不自然に前へ転びそうになってる姿だけで、女なんかいねえの。でも、監視カメラを通して女を見たって駅員が3人だか4人もいてさ。でも映ってないからどうしようもなくて、俺が謝って転びそうになったってことで警官は帰った。俺も駅員たちもどういうことだ？って首をひねったが、命に別状はなかったからとりあえずいいか、と。どこら辺の駅ですか？常磐線のどこか、とだけ言っとく。常磐線ユーザーなんだが。その女の人も何かに突き落とされたとか、ね。誰もが後ろから押されるって話は聞いてるだろうが、実際ホームに並ぶ時には誰かが先頭に立たねばならない。つまり、全ホームでバリケード施工しないと、この手の事故はなくならないってことか。俺も電車待つ時は、ベンチに座ったりなるべくホームの際に立たないようにしよう。怖いよ。第3話、笑っていた。厨房の頃、カブに乗った60代ぐらいのじっちゃんが、横断歩道で信号待ちしてた俺と友達の目の前で、確かにトンぐらいと思う、トラックと正面衝突した。グロスレじゃないから細かな状態は省くが、時間にして1分間ぐらいの間、そのじっちゃん、陸に揚げた魚みたいにものすごい痙攣をしてた。で、何が怖かったかというと、生き絶えるまでの1分間、すごく大きな声で笑ってるわけ。しかも、甲高い規制にも似た高笑い、バカ笑い。俺と友達はもう顔面蒼白で、俺は膝やら顎やらがガチガチ震えてて、救急車が来るまで会話もできなくて、動くこともできなかった。あの時のじっちゃんの痙攣の仕方、衝突の瞬間の音。キーキーじゃっはっは。って笑い声、今までで一番怖かった出来事。なぜ笑ってたんだろうかと思う。俺は東名高速で事故った時、笑ってた気がする。自分の顔を見たわけじゃないからわからんが、笑っていた感覚があった。相当なパニックで、その時の記憶は薄いが、二次災害もなく無傷で助かった。次の日、確か、レッカーされた車を見に行ったが、車は上も横もぺしゃんこ。どうやって車から出たんだよって感じ。よく助かったもんだ。ちなみに、事故したのは夜中。目はつぶってたのに車が待ってる間、外が白かったのも覚えてる。脳の究極の延命措置なんだよ。あまりの凄まじい激痛だと、臓器不全を起こしてショック死してしまう。それを回避するため、脳内麻薬を大量分泌する。たとえそれが1分1秒の延命に過ぎなくとも、生き残り図る。それが生存本能だから。死に直面した男女がやりたくなるってのと同じ。実体験あります。自転車で転倒してしたたかにコンクリに頭打ちつけた時に、立てないのにヘラヘラ笑いが止まらないんですよね。痛いけどなぜか笑いが出てくる。自分も以前、外傷でビグロな状況になった時、やばいどうしよう、血が止まらない、と言いながら吐き気も催してるのに、口元はニヤニヤしてる感覚があった。病的な痛みの場合は、涙が出ることはあっても笑いはしないのにな。第4話、うどの様。俺の地元には秘密の儀式がある。他の土地の人には秘密なので詳しい話は書けないが、12歳になると必ず受ける。儀式があって、俺も他の子と一緒に受けた。地主の古い屋敷、今は誰も住んでいない、が儀式の場所になっていて、その屋敷の奥にある4畳半くらいの部屋に、5人が詰め込まれる。外から軟禁状で締められて、完全な密室状態にされた。
儀式は夜中の0時くらいから夜明けまで行われて、その間部屋で過ごすというもの。で、一つだけルールがあって、絶対に右を向いたらダメだという。右っていうのは、その人から見た右側。詳しい話はできないが、もう二度とあの部屋には入りたくない。たまに里帰りするけど、まだ屋敷を見るだけで背筋が凍る。俺たちはこの儀式を、鵜殿様って呼んでる。左向きに270度回ったらどうなるのかな？手鏡で見たら。右肩に鵜殿様が顎を乗せてじっと見ているのだ。目があったら死ぬか狂うかだろうな。一晩中声出すなとか右見るなとか、自分だったらやり遂げられるのか自信ないわ。命がかかってると言われても、そのプレッシャーでおかしくなりそうだ。つけないフェイスガードを作って顔の右側につけたいわ。怖いもん。第5は、俺の実家は小さい寺。俺の実家は小さい寺をやってて、親父が月物払いや人形供養してるのを何度も見てたが、今までで一番怖かったのが赤ちゃんの人形。ミルクとか飲ませるような結構でかい人形、わかるかな？当時10歳くらいだった俺は、夜トイレに起きると、人形部屋、供養する人形や、供養前の人形を集めた部屋から、にゃーにゃー猫のような鳴き声が聞こえたので、部屋に入って電気をつけた。そしたら、段ボールにガムテープぐるぐる巻きにした箱があって、中からにゃーにゃー鳴き声とガリガリ引っかいてるような音が聞こえ、中に猫がいる、と思った俺は、ガムテープを剥がして段ボールの蓋を開いた。途端に鳴き声が止まり、中を見ると、中にいたのは猫じゃなくて赤ちゃんの人形だった。普通寝かせると目をつぶるタイプの人形なんだけど、目をパッチリ開けて俺の顔を見ていた。俺は怖くなって逃げようとしたが、数歩後ずさったとこで腰を抜かし恐怖で動けなくなった。ただひたすら箱を見ていると、箱がカタカタ揺れて人形の手が出てきて、箱の縁を掴んだのが見えた。出てくる、って直感的に思った俺は、目をつむって叫びまくった。そしたら親父が来て人形を抱き上げ、人形に向かって、もう寝なさい。と言い、今度は木箱を持ってきて、中に入れ蓋を閉めた。その後、親父に、何をしてたんだ？とひどく怒られて、箱の中から猫の鳴き声がしたと説明すると、ため息をついて、今度から何かあったら、まず自分に言いなさい。と言われた。その人形は、その日の夕方に近所のおばさんが持ってきて、まだ親父も中の人形を見ていなかったそうだ。そして次の日に、その人形は燃やすことになった。寺に持ってきた人形でも、無害なものは人形部屋で供養しているのだけど、動いたり声を出したりするのは危険だから、燃やすことにしていたらしい。木箱に入っている人形に、お経を唱えながら親父が火をつけた途端に、中から昨日のにゃーにゃーいう声が激しく聞こえてきた。それに構わず親父はお経を唱えた。燃やした人形を出すと、原型をとどめていない黒いプラスチックの塊になっていた。その塊は箱に入れて、無縁仏の墓に埋葬した。その後何もなく、今では都内で一人暮らしをしているが、夜中に猫の声が聞こえると、ビクッとしてしまう自分がいる。この話怖い。夜中に人形部屋に入る君もすごいが、一番すごいのは君の親父さんだね。わくてか。他にもまだまだありそうな予感。次の10日待ってますよ。うちは小さな寺だから、本堂や人形部屋も自宅と繋がっていて、人形部屋は子供の頃から結構遊び場にしてたから怖くなかったが、さすがにその後からはあまり入らなくなった。寺っ子の割には、実は幽霊や人玉など見たこともないし、疲れた人間の話や不思議だった体験はいくつか記憶に残っているが、あまり怖くないと思います。疲れた人間の話、いいもん持ってんじゃねえか。詳しく。怖くないですよ。月物落としは何度か見ましたが、一番印象が強かったのが狐付きの女の子。自分と同年代だったから気になってたのかも。両親に連れられて客間に通されたその子は、友達とこっくりさんをやった後からおかしくなったらしい。自分は狐だと主張するようになって、サラダ油を飲んだりするようになったらしい。でも、一見普通の子に見えた。別に暴れてるわけでもなく、うつむいてちょこんと座っていた。でも、本堂に移って親父が度胸を始めると、途端にひどい叫び声を出して、すごい勢いで裸足のまま外に逃げ出した。
両親や親父が追いかけていくと、その子は真冬なのに池に飛び込んだ。池から引きずり出して本堂に戻そうとしたら、その子は、私は〇〇神社のお稲荷様だ。神の使いだ。寺になんて用はない。みたいなことをラーラー叫びまくっていた。その時のその子の顔は、顔が青ざめ目がつり上がり、本当に狐みたいで怖かった。そして今度は逃げないように、ご両親が娘を左右から押さえつけて度胸を始めた。最初はなんて言っているかわからない悲鳴を上げながら暴れていたが、親父がその子の胸元に小さな刀みたいのを押し付けたら、刺したんじゃなくて当てただけ、気絶したみたいに動かなくなった。親父は、多分もう大丈夫。と言ったが、意識がないのを心配したご両親が救急車を呼び、病院に運ばれたが、救急車の中で意識を戻し、今までのこと、こっくりさんをした後のことを全く覚えてなかったそうだ。次の日にそのことご両親がお礼に来て、なんか高級なメロンを一箱もらった。そのメロンがめちゃくちゃうまかったことを忘れない。多分、ってちょっとお父さん。後の T さんである。猫の鳴き声ってたまに赤ちゃんの鳴き声に似てる時あるよね。メロン、同世代だからじゃなくメロンで覚えてたんだろ。第6話、死神？悪魔？これは小学校4年の時の話です。当時欲しいものがあり、新聞配達のバイトをしてました。ある日、新聞を配り終えて軽快に自転車を漕いでいたのですが、突然脇道から、ろうそくを持った老婆がすっと出てきたのです。ぶつかる、と思いブレーキをかけたのですが、間に合わずガシャー。あれ？今明らかに通り抜けた。振り返ってみると誰もいない、と思った直後のことでした。すぐ後ろで。見た先には、軽トラが壁にめり込んでました。おそらくあのまま進んでいたら、軽トラと壁の間に俺が。ちなみに、運転手は飲酒運転で即死だったようです。これは老婆の霊？に助けられたのでしょうか。死神では？小学生の頃、ふと上を見ると、黒いボロ服着た男が降ってきた。声も出ないくらいの恐怖は、後にも先にもこの時だけ。見晴らしの良い土手で、上から飛び降りる建物なんてどこにもない。男は俺を捕まえようとするように手を伸ばしてたが、その横から白い着物を着た黒髪の女の人が3、4人、風が吹くように男をさらって消えた。腰を抜かした俺を、近所の親父が見つけて家まで運んでくれた。やっぱり死神では？的確なレスに笑った。死神とか天使とか悪魔って、メジャーすぎて作り話っぽいけど、実在してるみたいだな。かなり身近に昔から存在してる感じだ。森久美子が悪魔に会った話はかなり怖かった。詳しく。森久美子がニューヨークにいた頃、街中で悪魔に会った。気づいた瞬間に悪魔だと直感すると、そいつは森を見てニヤリと笑った。その夜、森が自室に戻るとレコードが突然鳴り出す。おお、ゴッドの歌詞だけがリピートされ、昼間に会った悪魔が現れた。森は窓から外に引っ張られたが、体が突っかかって助かった。体が突っかかって。森組を引っ張れるとは怪力だな。森組のデカさが悪魔の誤算か。そんな誤算するあたり下っ端なんだろうな。自慢の声量で賛美歌歌ってやればよかったのに。ここに面白い統計がある。神と悪魔が聖書内で殺した人の数の比較。神、238,344人、悪魔、10人。神、第7話、トイレに入った友人。小学の時の修学旅行にて、同部屋になった友人が、夕飯の後にトイレに入り、何かガタガタしていた。うるせえなと、他の奴らがトイレの方向に近づいた時、ドアが突然バタンと開き、顔面蒼白な友人が小便撒き散らしながら部屋に飛び込んできた。文句を言いに近づいた友人数人にも小便が引っかかって大騒ぎに。なんでも、トイレで用を足していた時に、窓の外にヨロ長くてほっそりとした白い女がこっちを覗いていた。びっくりした瞬間、なぜかその白い女がトイレの中に入ってきて、ズボンを脱がされそうになり、パニックになって暴れた音がガタガタという音で、慌てて外に出たもんだから、途中で小便を止めることもできずに撒き散らしたわけだ。
そして、その友人はズボンと下着を履いていなかった。騒ぎに先生が入ってきて、全員廊下で正座させられる羽目に。友人のズボンと下着は、ホテルの脇の路地で発見された。そして、騒ぎに飛び込んできた若い女の先生の背中には、多分友人が見たであろう、ひょろ長い女がくっついていた。ちょっと、最後。なんで先生にくっついたし。若女先生の処理微動が暴走して、生きよう、スタンドになったんだろう。夢のある話だ。トイレ吸収は卑怯なり。いやほんとマジやめて。風呂も嫌だけどさ、幽霊は暗がりにうっすら立ってニタニタ笑っててくれればそれで十分怖いから。気をてらわなくていい、そのままの君でいてくれ。第1話、ひな祭り。俺が働いていた老人ホームでのこと。そこには約15年前に就職したんだ。季節行事が盛んなホームで、やれ花見だ夏祭りだなんだかんだとね。で、ひな祭りには最高齢のお年寄りに、お代理様とおひな様のコスプレをさせて、みんなで歌歌ったり踊り踊ったり。今思えば当時の利用者は元気だったな。その利用者はその年に亡くなったのね。最高齢だから誰も気にしていなかったみたい。当たり前かな?って感じでね。その後も2年、最高齢の利用者にコスプレさせて、その年に亡くなった。その次の年、俺が入って4回目に、今度は元気な利用者にコスプレしてもらおうって話になったんだよね。で、ひな祭り当日、ホーム内でも元気でしっかりした利用者を選んで、コスプレをしてもらったんだ。そのひな祭りは楽しく賑やかに終了。ところが、その年に異常なことが起こったんだ。今までコスプレしてくれた最高齢の利用者たちは、明らかに老衰だったんだけど、その年の8月の夏祭りでおひな様役の利用者が、料理を喉に詰まらせて永眠。その人は今まで一度もご縁したこともないし、食事は自立だし。お代理様役の利用者は、外出中に交通事故で永眠。元気で付き添いを嫌がる人だったんだ。上層部で話し合い、次の年からひな祭りのコスプレはなくなったんだ。まあ派手な怖さはないけど、俺が体験っていうか目の当たりにした話でした。気持ち悪いな。ひな祭りって流し火にも見られるように、一種の厄除け行事だからね。本来の祭事の意味も、飾り物としての古の形式と、一生の災厄をこの人形に身代わりさせるという祭礼的意味合いがあるとされている。現代の感覚で直接ひなを演じるというのは、確かにあまり演技は良くないのかもしれんね。やはり流しびな云々の理由でコスプレは廃止になったそうな。俺と仲良かった利用者だったからショックだったな。第2話、猫の鳴き声。ここ4年くらいで体験して、おそらく現在進行形だと思われる体験。俺には一つのキーワードで繋がってるように思えてならない。ことの発端は4年前。当時、俺はピザの宅配のバイトをしてた。その宅配先での話。まず現場について思ったのは、こんなとこに人が住んでるのか?ってことと、猫がやたらいるってこと。真っ暗な小さい森の中に、ポツンと廃墟みたいなマンションが建ってた。宅配先はそこの最上階だった。入り口にたくさんいた猫は、最上階までびっしりいた。宅配先のお客はなんか陰気臭いじいさんだったけど、普通に応対して変なところはなかった。帰りに階段を降りようとしたら、猫が全部俺のことを見てた。かなり気味が悪かったんだけどそのまま駆け降りて、いよいよ出口だって時、出口のすぐ外にばあさんがいることに気づいた。明らかにこの世のものじゃない雰囲気がして、恐る恐る通り過ぎようとしたら、ばあさんが振り向こうとした。ばあさんの顔が見えるって瞬間に猫が大声で泣いて、その瞬間ばあさんは消えた。ダッシュで店に戻って先輩に聞いたら、いわゆる曰く付きだと言われた。二つ目は、そのちょうど1年後。学校の関係で引っ越しをした。引っ越し先の近くに仲のいい友達が住んでたから、毎晩のように遊んでたんだけど、ある日の帰り道、俺は猫の集会らしきものに鉢合わせた。面白そうだったから物陰から見てたんだけど、携帯のバイブ音で気づかれたらしく猫が一斉にこっちを見た。怖くなった俺はすぐに家に帰り寝た。
夢で、昨晩遊んでた友達が何者かに追われる姿を見た。助けなきゃ、助けなきゃって思うと目が覚め、汗をびっしょりかいてた。心配になったからすぐに電話をかけた。すると友達は開口一番に。マジ怖え。お前の電話がなかったらやばかったかも。と言った。詳しく話を聞くと、同じく夢で何者かに追われていたらしい。捕まる瞬間に目が覚めると金縛りで、老婆にのしかかられていた。必死で抵抗すると金縛りが徐々に解け、気が緩んだ瞬間に猫の鳴き声が耳元で聞こえ、気づくと携帯が震えていたらしい。三つ目は二つ目と関連した話。大したことではないけど、二つ目の話の朝から約一週間ぐらい、毎日違う猫がベランダに一日中いた。まるで見張られてるみたいだった。それと、別の友達が、俺が何者かに追われる夢を見たらしい。四つ目は、ワールドカップの時だから去年の6月。その日も毎晩と同じように夜更かししてワールドカップを見てた。中継が終わって寝ようと思い布団に入るが、興奮のためかなかなか寝つけない。空はまだ暗かったのは覚えてる。気づくと、夢と現実の中間くらいにいた。いい気持ちでいると金縛りにあった。その時は壁側を向いて寝ていたのだが、自分の背中側、つまり部屋の方が気になる。しばらくもがいていたら、突然背後に気配を感じた。怖いけど無性に見たいと思った。ゆっくり、ゆっくり体が動いて、いよいよ正体が見れるという時に猫が鳴いた。おそらくその気配の正体と目が合ったと思うけど、俺は失神しており、さらに金縛り以降の記憶がなかった。次の晩、昨夜の出来事も忘れてワールドカップを見ていた。中継が終わり、前日と同じように布団に着いた。その日はすぐにうとうとした。けどすぐに目が覚めた。外でもノートと話し声がするからだった。声の主は大人の女と子供だったと思う。しかし、時間的に不自然だとも思った。空は暗かったから、深夜の2、3時のはずだ。そんなことを考えていると、ふとまた金縛りにあった。また壁側を向いて寝ていた。その時になって初めて前日の恐怖体験を思い出した。デジャブとかではなく、気配のことまではっきりと。しかし気配の正体はわからなかった。その日もしばらくして気配を感じた。今度は自分のすぐ後ろ、体をぴったりくっつけるようにしていた。もう見たくないという気持ちとは裏腹に、体は背中側に勝手に寝返りを打つ。目をつぶろうにもつぶれない。しかし体は仰向けで止まった。安心した瞬間、無数の手が降ってきた。そしてまた猫の鳴き声とともに気を失った。次の日、ベランダを見ると一匹の猫が死んでいた。以上です。多分、長文すまん。偶然かもしれないけど猫が怖い。猫は味方なんじゃないか？友達に話すと、解釈が二つに分かれる。猫味方説と猫親玉説。どっちもあり得る気がする。第3は、大量出血。子供の頃、仲良かった友達と二人で、ブロックの塀に登っては飛び降りてた。小学1年の時だったと思う。ガキだったから登って飛び降りるのが面白くて、何回も繰り返してた。で、何回目かわかんないけど、俺がまた登って飛び降りようとした時、友達が後ろから登ってきて、俺のケツに下から頭突きかましやがった。俺は突き落とされる格好になって、脳天から地面に落下。高さは2メートルないくらいで、下はアスファルト。ガキの力じゃ、手で体重支えることもできなかったんだろうな。俺はおでこから地面に落ちて、着ていたポロシャツが数秒で真っ赤に染まった。俺はもちろん号泣してたからあんまり覚えてないんだけど、自力で歩いてた。血が死ぬほど出てるってことは分かってたから、とにかくお母さんのところに行かなきゃって思って、泣きながら家に向かった。ガキだから仕方ないと思うけど、友達は泣きながら逃げちゃった。あまりに血が出てたから、ビビっちゃったんだろうな。とにかく俺は、顔面とシャツを真っ赤に染めて、泣きながら家に向かった。今考えたら、2メートル弱の高さから、コンクリの上に頭から落ちたらやばいよな。その時、血は半端じゃなかったけど、俺は泣く元気があって自力で歩いてた。でも、とにかく血の多さが恐ろしかったんだ。俺が流血しながら家に向かう途中、おばあちゃんがいた。おばあちゃんは俺を見て、大丈夫だよ。と言って通り過ぎていった。
その時俺はパニックだったから、何も感じなかった。でも、変だろ？ガキが大量出血してるのを見て、大丈夫だよ、だけでスルーだ。ま、そん時は俺も華麗にスルーして、とにかく家にたどり着いた。おかんは俺を見て、もちろん驚いてる。その時の俺のシャツは、真っ赤に染まるだけじゃなく、生地が吸い切れない血をポタポタ滴らせるくらい、俺は流血してた。歩いてきた道にも点々と血がついてた。ここからが不思議なんだ。俺はおかんのところにたどり着いて安心したこともあって、少し冷静になった。そうすると、頭が全然痛くないことに気づいた。おかんは、どこ打ったの？と聞く。おでこだと俺は答える。おかんは血を吹きながら俺のおでこを調べる。おかんがいくら調べても傷はない。俺も全然痛くない。でもシャツは真っ赤。道にも血が点々。その後、おかんに連れられて医者に行ったんだけど、傷がないんだよ。ちなみに今も傷はない。怖くないけど、不思議な話でした。第4話、態度のでかい後輩。一月くらい前、俺が夜勤の仕事をしてた時のこと。二人一組で仕事するんだが、その時の相棒は、入って研修を終えたばかりの新人。俺はそいつとは、就任の時に顔合わせて挨拶した程度。愛想がいいわけでもなく、特に個人的な付き合いがあるわけじゃなかった。で、たまたまその日そいつと組むことになったんだが、当然話題なんかない。まあ俺も沈黙が苦手とかじゃなかったので、特に話もせず待機してた。そしたら、そいつがおもむろに、〇〇さん、あんた弟いるよね？って聞いてきたんだ。しかもタメ口。こいつにプライベートな話なんてしたことないし、話すつもりもなかったから、急にそんなこと言われて、は？ってなった。ま、会社の誰かが話したかもしれんけど。なんだこいつと思いながら様子を伺ってると、離れて住んでるんだよな？と言った。確かに俺は実家を出て、会社の近くで一人暮らしをしている。その方が不規則なシフトの仕事には便利だからだ。だからなんだよと俺が警戒しつつ答えると、そいつは唐突に、あんたの弟、今なんか怖い目に遭ってるみたいだぜ。と言い出した。俺がさらに不信感丸出しでそいつを見ていると、ふんと鼻先で笑いながら、嘘だと思うなら電話でもしてみたら？と言った。日付も変わったあたりなので、寝てるだろう弟を起こすにも忍びない。まだ学生だし、翌日は学校もあるし。そう逡巡していると、そいつはひょうひょうとした顔で。ま、信じないならそれでもいいけど、今頃弟泣いてんだろうな。と言った。その態度にムカッときた俺は、弟に電話をかけてみることにした。何コールかして出なかったら、寝てることにして切るつもりだった。なんだか釈然としないまま弟の携帯にかけると、驚いたことに何回もコールしないうちに弟が出た。あ、兄貴？どうしよう、家の外になんかいるんだよ。足音聞こえないのになんかいるんだ。すげえ怖えよ、どうしよう兄貴、親父もいないし俺一人でどうしよう。なんだかこっちがびっくりするくらい動揺してる。とりあえず落ち着くように、何があったのか聞くことにした。横目で相棒を見ると、小馬鹿にしたような顔で俺を見てる。なんだか気味が悪かった。弟の話を聞くと、変な電話がかかってきたと思ったら、いきなりチャイムを鳴らされた。見に行っても誰もいないのに、家の周囲を誰かが伺ってる気配がする。犬みたいな息遣いが聞こえるとのこと。怖くて仕方なくなってきたところで、俺からの電話がかかってきたそうだ。にわかには信じられない話だが、隣に座ってる男の意味ありげな言葉と、現実に弟が怖がってる様子からして、何かが起こっているのは確かなようだった。しかし俺は仕事中だし、親父は出張で県外に出ている。すぐ助けに行くわけにはいかなかった。どうしようと思いながら一生懸命弟をなだめていると、横からひょいと携帯を取り上げられた。何しやがんだ、と隣を見ると、そいつはまたひょうひょうと話し出した。あ、俺くんの兄貴の同僚。外になんかいるんでしょ？とりあえず家の中にいれば安全だから。夜が明けるまで我慢しててよ。大丈夫だって。布団かぶって寝ちまえばすぐ朝だよ。このあまりの口調の軽さに、思わず携帯を取り返そうと手を伸ばしたが、一足先に切られてしまった。取り上げて慌ててリダイヤルしようとすると。さ、仕事仕事。
と車を降りてさっさと行ってしまった。イライラと不安と焦りとで、やっと仕事から解放されると、俺は着替えもそこそこに実家に向かった。実家へは車で40分くらいのところにある。もう夜はしらじらと明け始めていた。と、そこへ奴までついてきた。むっとし、ってなんでお前が来るんだよ、と言うと。弟のピンチ教えてやったの俺じゃん。と、ニヤニヤ人の悪い笑みを浮かべていた。本心ではすげえ嫌だったけど、確かにこいつのおかげで弟の異常を知ることができたのは間違いない。勝手に助手席に乗り込んだ奴を無視して、俺は車を出した。俺の実家は古い平屋で、ガキの頃から住んでいる。親父の趣味で庭は小ざっぱり整えられている。玄関周りに異常はない。俺は中に入ると弟の部屋へ向かった。弟は部屋で布団に潜ったまま、俺の顔を見るなりすごい勢いで泣き出した。普段は生意気で気が強い弟が、まるで小さい子供みたいに俺にすがって泣き出したんだ。それほど怖い思いをしたってことだ。何があったのか聞こうにも、泣きじゃくって止まらない。俺はどうしていいかわからなくて、ただ呆然と弟の背中を撫でるしかなかった。すると、いつの間にか奴が部屋に入ってきていて、面白そうに俺たちを見下ろしていた。俺はその態度にムカついた。一体何なんだと、お前が何かしたんじゃないかと怒鳴りつけた。奴はまた小馬鹿にするように笑って。そんなわけないじゃん。と言った。しっかりした家でよかったな。じゃなきゃ今頃大変なことになってたかもな。俺は意味がわからず、多分相当嫌な顔をしてたと思う。奴は苦笑いをして弟を覗き込んだ。で、どうやって連れてきちゃったわけ？弟はもうだいぶ落ち着いたみたいだったが、その質問の意味がわからないみたいで、怪訝な顔をしていた。しばらくして怒りが蘇ってきたみたいで。知らねえよ、連れてくるってなんだよ、お前誰だよ。と毒づいた。その辺でやっといつもの弟に戻ったので、俺は何があったのかを尋ねた。だが、弟にも何が起こっていたのかよくわかっていないみたいで、電話で聞いたのとあまり変わらない答えしか得られなかった。曰く、夜携帯が何度も鳴って、取ろうとするたびに切れる。しかも非通知で、イライラしてるうちにたまたま繋がって、変な女の声がして、その後チャイムが鳴ったらしい。見に行ったが誰もおらず、気味が悪くなって布団に入ったら、窓の外に何かの気配がし始めたらしい。俺の家の周りは、防犯用に砂利が敷いてある。誰かがいたならその音がするはずなのに、何の音もなくただ気配だけがしてて、そのうち犬みたいなハッハッと息の音がし始めて、パニックになり始めた頃に俺からの電話があったらしい。そこで、電話を代わった奴がそいつだと気づいたらしく、また怒り出した。大丈夫とか言って全然大丈夫なんかじゃなかったよ。窓とかコンコン叩くし、いつまで経ってもいなくなんねえし。なんなんだよあれ。奴はまくし立てる弟を。まあまあ。と静止、しれっとした顔をして。窓開けなくてよかったな。開けてたらお前、今頃ただじゃ済まなかったかもしれないぜ。それに、朝になったらいなくなったろ。そう言われて、弟は言葉に詰まったようだった。恐怖が蘇ったのか、俺のシャツを強く掴んでいる。そんな弟を見て、奴はどっかり腰を下ろした。一応家の周り見てみたんだけど、確かになんかいたね。さっき言ってた犬と、女。あ、今はいないぜ。諦めて帰ったみたいだ。お前、最近犬とか見なかった？見なかったかと言われても、近所には犬を飼ってる家なんてたくさんある。おのずと見る機会はある。弟もそう言ったが、そこでふと思い出したらしく、ぼそっと。学校の帰りに犬の死体を見た。と言った。この辺は割と田舎で、山の近くではよく動物を見かける。最近では野良犬も増えていて、たまに車に跳ねられた死体を見かけることがあった。だが、それも稀とはいえよくあることだった。その時も、弟は、嫌なもん見ちゃったな。くらいの気持ちだったらしい。その犬ってさ、黒くてでっかくなかった？奴が言うと、弟は恐る恐るうなずいた。でさ、そこって前に人死んでねえ？女。それには俺がうなずいた。確かに弟の通学路では、何年か前に交通事故があった。改めて弟にその犬の死体のあった場所を聞くと、まさに同じ場所だった。俺は気味が悪くなり奴を見ると、奴は、それそれ。と言って弟を指さした。それ、連れてきちゃったんだよ。
俺と弟は沈黙してしまった。理解の範疇を超えた奴の話に、ついていきかねたんだ。だいたいそこを通りかかっただけで、なんで連れてくるとかいう話になるんだ。俺は置かれた住人だけど、俺自身は全くのゼロ感なのでこわ面白いというか、話半分で見ていた。そんなのネットの中だけの話で、まさか自分の周りでそんなことが起きるなんて考えもしなかった。もちろん弟だってゼロ感だ。家族にも親戚にもいない。その沈黙を破ったのは弟だった。なんでついてくるのさ、俺全く関係ないじゃん。何か波長が合っちゃったんじゃね？波長って。たまにいるんだよねー、そうやって連れてきちゃうやつって。俺はなんだか奴が薄気味悪くなってきた。態度のデカさもそうだけど、この状況と、こいつの口調の軽さとのギャップが気持ち悪かった。ま、でも家の作りもしっかりしてるし、方角も悪くないし、しばらくしたら諦めていなくなると思うよ。中に入れない限りな。そう言うと、奴はやれやれといった感じで立ち上がると。じゃあ俺帰るわ。〇〇さん送ってってよ。と部屋を出て行った。時計を見るともう8時を過ぎていた。俺は、今日はもう学校行きたくない。という弟に無理やり支度させ、車に押し込んだ。助手席にはちゃっかり奴が乗り込んでいる。九段の道は避け、使用にやや遅れて学校に送り届けた後、奴の足が置いてある職場まで送って行った。奴は折りざまに、〇〇さん明日のシフト変わってあげるよ。弟についててやればと言った。いい奴なんだか嫌な奴なんだかわからない。すまん、と礼を言うと、人の悪い笑みを浮かべて。今度酒を持ってくださいよ、〇〇先輩。と言い残し、自分の車に乗り込むとさっさと言ってしまった。とりあえず俺はまた実家に戻り、弟からの連絡があるまで爆睡し、迎えに行きがてら花と線香を買い、帰りにその犬の死体があったという場所で、死体はもうなかった、二人で両手を合わせて帰ってきた。その晩は二人して仏壇のある部屋で寝て、次の日も学校まで送り、出張から帰ってきた親父に事の顛末を簡単に説明して、バトンタッチしてアパートに帰った。その後は特に何もない。事務所で奴と顔を合わせた時に、いつ飲みに行くかを聞かれただけだった。終わり。すげえ長文申し訳ない。初めてのオカルト体験だったので投下してみた。しかもあんまり怖くないな。いや、面白かった。リアルだったし。おつ。お、ありがとう。奴には散々酒を漏らされた。もしかしてただのたかりなんじゃと思わずにはいられない今日この頃だ。奴に酒を漏らされた時に聞いてみたんだが、おかいたなんかで見かけるような見えるタイプじゃないみたいだ。感じるんだと。視覚的に見えるんじゃなくて、イメージとして頭の中で見える感じ？俺にはよくわからなかった。すまん。なんか仏教とか神道とか、よりしろ？があるんじゃなくて、ほとんどが言うらしい。取り憑かれたらどうするのか聞いたら、そもそも取り憑かれないし、悪さしてくるようなら、ゴルア、するだけらしい。聞けば聞くほどよくわからん。第1話、水の音。友人から聞いた怖い話。テスト前、彼はラジオの深夜放送を聞きながら勉強をしていたそうです。と、突然ラジオに雑音が入り始めました。で、のリスナー。さんから。走行しているうちに、完全にノイズの音しか聞こえなくなってしまいました。うん？どうしたんだ、おっかしいな。と思ってラジオのアンテナの向きを変えたりつまみを回したりしていましたが、きっとも元に戻る気配はありません。なんなんだろ。ラジオは諦めて、勉強に戻ろうとしたその時でした。窓の外から水の音が聞こえたのだそうです。そして、助けて、窓の外からか細い声が響いてきました。小さな女の子の声が、ゾワッと背筋が震えたそうです。こんな真夜中に女の子の声、ありえません。当時の彼の家族は父親の実家に、祖父母と同居していたのだそうです。その家はかなり広い池がすぐそばにありました。そして彼の窓からはその池が見渡せるのです。声がそこから聞こえてきたのだとしたら、朝起きてから彼は恐る恐る昨晩のことを祖母に尋ねたのだそうです。
すると、案の定こんな答えが返ってきました。ずっと前にね、あそこで女の子が溺れて死んだんだよ。その後は特に何か怖い目に遭うようなこともなかったそうです。ただテスト前の深夜勉強だけは避けられなかったそうですが、そりゃそうだよね。仕事の都合で彼と両親は、中学まででその父親の実家を離れたのだそうですが、何もなくて、よかったね。シンプルで起承転結もオチもはっきりしていますが、実際に自分の身にこんなことが起きたらやっぱり嫌です。第2話、あと一歩。父に聞いた話です。若い頃、父はよく山に登っていたらしい。で、ある山を登った時に体験した不思議な出来事を話してくれました。父は近場の山に一人で登山を行ったのですが、途中で道に迷ってしまった。緩やかな傾斜の森の中、真っ白な霧に囲まれながら父は頂上を目指して黙々と歩いていました。はじめ霧の中で一人ポツンと取り残された父は、道が合っているかどうかかなり不安だったそうですが、途中から人の姿を見かけるようになり、やっと人の通るところに戻れたと安堵した。しかし、しばらく歩いていた父はある異変に気づいた。はじめは2、3人だった人が、しばらく歩くと今度は4、5人に増え、そしてまた歩くと、1人、2人と霧の中から人が現れ、最終的には20人くらいになった。その誰もが変だった。と父は言います。みんなが顔を沈めながら歩いている。さらに、ここは山なのだ。なのにそこにいた人たちの中には、スーツを着ている男性やスカートを履いている女性もいる。どう見ても山を歩くにはふさわしくない。でも、それだけなら変な格好の集団に出くわしたぐらいにしか思わなかった。決定的だったのは彼らが父からつかず離れず、枯葉と枝で覆われた森を歩いているというのに足音が全くしないということだ。まずい、仏の群れに出くわした。このまま彼らと共に行けば、自分も仲間になるやもしれない。そう思った父は慌てて引き返そうと後ろを振り向いた。すると、その場にいたすべての人が一斉に父に振り向いた。恐ろしさのあまり父はその場で固まってしまいました。そして彼らは恨めしそうに父を睨みつけたかと思うと、一人、二人と消えていき、その場には父一人が残されました。たったそれだけなの？この話を聞いたとき、私は悪霊の集団に囲まれた父の脱出劇という筋書きを期待していたのに、あっさりと悪霊の方が去っていったというオチを聞いて正直不満でした。そんな私の不満げな様子を見て、もちろんこれだけじゃない。と父は言いました。気を取り直した俺は登山を続けようと思って振り返ったら、ある恐ろしいことに気づいた。どういうこと？こたつから身を乗り出した私に、父はその大きな手を私の頭に乗せてくしゃくしゃと撫でてこう言った。あと一歩前に踏み出していたら、お前は生まれてこなかったということにだ。第3話、303号室。昔、私が住んでいたアパートの話です。そこのアパートは全部で4世帯が住める建物でした。築30年くらいなのかな？リフォームはしてあったけど、壁は砂壁だし春にはアリが行列作るし、どうにも古さを隠しきれないそんなアパートでした。私が住んでいたのは2階の401号室です。下の部屋が101号室。その向かいが202号室。私の部屋の向かいが301号室でした。もともと彼氏が住んでいて、そこに同棲、結婚という形で住み始めたのですが、住んでみるとどうも、な現象が多かったです。最初の出来事は、酔っ払って帰ってきた旦那が誰もいない窓辺を指さして、そこにいる男は誰だ？早く追い出せ。と叫び、そのままベッドに向かって気絶するように眠ったのです。取り残された私は、怖くて旦那を揺さぶり起こそうとするのですが、何の反応もなくすやすやと眠っています。その夜は、テレビをつけたまま別の部屋でソファーで寝ました。次の日に旦那に昨晩のことを聞いても覚えていないとのことです。まあ、酔っ払っていたのだろうなと深く考えませんでした。数日経って、友人が遊びに来た時のことです。アパートに入る最初のドアを開けた瞬間、私を含め全員に、3人いました。一斉に鳥肌が立ったのです。みんなで顔を見合わせてとりあえず落ち着こうと外に出ました。
10メートルくらい建物から離れてふと振り返ると、赤いワンピース、ちびまる子ちゃんみたいな、起きた4歳ぐらいの女の子がアパートから出ていくのが見えました。そのアパートに子供は住んでいません。少し霊感があるという友人にそのことを告げると、さっきの鳥肌の正体だね。と。出て行ったからと安心して部屋に入ったのですが、その友人が言うには、どうも霊の通り道みたいだよ。あんまりひどいようなら引っ越した方がいいかも。と。確かに金縛りによく会うようになっていたのですが、疲れてるんだな、くらいにしか思っていませんでした。私のその、あんまり気にしない、怖がらないとこが、霊の影響をあまり受けずに済んだ理由だったようです。霊の影響をまともに受けていた、と思われるのが、他の部屋の住人でした。しかも、向かいの303号室は特にひどく、皆さんあまり長く住むことはなかったのですが、本当に怖かったです。最初は、女性でした。私が住み始めた時にはもう住んでいたのですが、なぜか一日中洗濯機を回していました。壁が薄く、音でわかるんです。部屋にいる間はずーっと洗濯機が回っているんです。何をそんなに洗濯していたのでしょう？今でも謎です。そして、ある日を境に私を監視し始めたのです。きっかけは不明です。出かける時には窓を5センチくらい開けてずっと見られていました。帰るとさっきまでついていた電気が消え、部屋に入りドアを閉めるとその女性もドアを一度開けて閉める。しかも、その閉め方は尋常じゃないくらいの音を立てて、建物が揺れるくらいの勢いです。ある日、旦那が帰ってくると同じように電気を消し、窓を開け旦那の行動をずっと見ていたようです。一度文句を言おうと階段を上ると、踊り場まで登ったあたりで303号室から囁くように。丸してやる。旦那はダッシュで部屋に転がり込んできました。それ以来、気味が悪かったのですが、一切無視を決めました。その後、彼女は半年ほどで親が迎えに来て去っていきました。次は20代後半ぐらいの男性です。最初はとても感じが良く、今度は大丈夫だね、と安心していたのですが、3ヶ月ほど経ったあたりから異変が出てきました。部屋から一歩も出なくなったのです。食事は月に一度くらい買い出しに出ていたようです。半年経ったあたりには、その買い出しすらしなくなり、母親が週に一度くらい訪れて身の回りのことをしていたようです。そして、さらに行動は異常になってきました。階段を上り下りするとその歩調に合わせ玄関のドアを、とノックするのです。そして303号室のドアの前を通るときには、キャハハハハハハハ、という笑い声。怖かったです。住み始めて1年くらいで、向かいの一軒家の灯油を盗んだとして警察に捕まり去っていきました。その後はしばらくの間住む人もなく、そのまま私は離婚をしてそのアパートから去りました。元旦那は今でもそのアパートに住んでいるようです。無事だといいのですが。第4話、ベンチに座っていた女性。以前、都内の妨害死刑企業に勤めていた男性の友人が体験した出来事です。その日は、決算間近ということでほぼ全ての部署が残業している状態で、特に彼、A の所属する課は残業が伸びに伸び、オフィスを出るのが午後11時を過ぎていました。その日で大方仕事も一区切りつき、帰宅する方向が比較的一緒な課長のおごりで、A と課長は二人で飲んで時間も時間だということで駅で別れると、A は終電間際の列車に乗って最寄りの駅から自宅までを、ほろ酔い気分で歩いて帰っている時にその出来事は起きました。お酒でほてった体に夜風が心地よい静かな夜だったそうです。自宅までは駅から10分弱ほどの道のりでしたが、お酒を飲みすぎたせいか A はトイレに行きたくなり、若干遠回りになるものの、普段は通らない道を通り公園のトイレに足を向けました。A が公園に足を踏み入れようとすると、何やら女性のくぐもったすすり泣くような声が聞こえてきます。その公園はトイレから少し離れたところにベンチが並んでいる公園で、A はそのベンチに腰をかけて両手で顔を覆い、何やら泣いているような女性がいるのに気づきました。A は気になりながらも用を足すのが先と、トイレに駆け込み用を済ませたのでした。ふと一息つきながら手を洗いハンカチで手を拭いていると、どうやらまだそのすすり泣くような女性の声が聞こえてきます。
トイレから出てベンチの方を見ると案の定女性のような人間は、下を向き顔を手で覆いながらすすり泣いています。肘から手先までおやけにピンと張りながら泣いている姿に違和感を覚えながらも、普段はそんな人間がいても気にしない A でしたが、周りには誰もいなく、時間が時間だけに声をかけてみることにしたのでした。遠目から、どうかされましたか？と声をかけてみるものの返事がありません。今度は正面から近づき、大丈夫、ですか？と再度声をかけたまさにその瞬間、女性は腕で見えないように隠し持っていた鋭利な霧を構えると、A に向かって直線的な動きで突き刺そうと立ち上がり、チェストを、と叫びながら襲いかかってきました。空手の心得があった A は無意識のうちに体さばきの体勢に入り、間一髪で女の一撃をかわすのに成功したのでした。その後は後ろを振り返らず一心不乱に逃げ帰ったそうです。翌朝、通り魔事件の新聞記事を目にした A は、声をかけ近づいた A を誘うと顔を上げた女性の顔が、満面の笑みで歪んでいたのを思い出したそうです。第5話、赤いスカートの女の子。小学4年の頃の話。その頃、ありがちだけどクラスでこっくりさんとかエンジェルさんとか、そういうオカルトっぽいものが流行っていた。ちょうど学校であった怖い話系の本がたくさん出版されてた頃だったと思う。いつもは学校が終わるとほんの少し校庭で遊んで帰るんだけど、その日はたまたま教室に残っていた。教室には俺と親友、A、B、女の子は C さんと D さんがいた。俺が通ってた小学校は出ることで有名で、2階廊下、音楽室、保健室、1階トイレ、外のトイレ、講堂、倉庫と話が豊富だった。俺たちが今日あったテストをネタに話していると、D さんが、と大きな声を上げた。俺たちが注目すると、D さんが、C が図書室で借りてきた本に、霊を呼び出す方法ってのがあるんだけど、やってみようって言うんだよ。と笑いながら言った。こっくりさんとかはやったことがあったけど、それは初耳だし、面白そうだったから俺たちもやる、と答えた。ただ、面白そうだと思った。その方法というのは、決まった時間、ちょうどもうすぐだった、に鏡に水をかけ、その場にいるみんなで手をつないで念じる、とかそんなものだった。各教室の後ろ側には A4 サイズくらいの鏡が備え付けられていたし、ちょうどよかった。鏡を囲んで、A、B、俺、C さん、D さんという風に並んだ。怖いなんて気持ちは全然なかった。俺は C さんと手をつないでることに有頂天気味だったし。何か起こったら面白い。そんな風に考えてた。多分、みんなそうだった。じゃ、行くぞ。A が花瓶に汲んできた水を鏡にかけた。みんなが軽くうつむいて目を閉じるのが感じられた。俺は目を閉じる前になんとなく鏡を見た。鏡を水の膜が滑っていくとき、鏡に白いもやがかかっていたように見えた。俺たちの姿が、鏡に映ってなかったようにも。目を閉じるまでなんて一瞬のことだし、俺の気のせいだったかもしれない。B が、別になんともないな。と言ったので、全員が目を開けて鏡に注目した。鏡からはもう完全に水がはけていたし、それよりも床に水が滴り落ちていることの方が大事だった。一応雑巾を配備しておいたものの、予想以上に濡れてしまったので、慌てて乾いている雑巾で拭いて、全員帰った。異変はあった。俺は学校にいるとき、視界の端に赤いものを見るようになった。授業中、ノートに視線を落としていたとき机の横に赤いスカートが見え、驚いて横を見たが何もいなかったり、廊下の一番奥から女の子が顔だけ出していたり、下駄箱から靴を取るときに赤い靴を履いた白い足が見えたり、もう気のせいだとは思えなかった。あの放課後にやったのは霊を呼び出す方法。本当に呼び出したのなら、返してないではないか。俺はゾッとした。ある朝、教室に行くために階段を登っていると、廊下に置いてある古いオルガンの上に、赤いスカートの女の子が立っていた。その横顔は、講堂裏のバイリンをじっと見ていた。幻だったかもしれない。でも、一瞬、そう見えたのだった。その日の午後、バイリンが焼けた。半生くらいで済んだのだが。原因は、教頭が焚き火をしたから。
もうすぐ冬だったから空気も乾燥していたし、梅林は枯れた草で一面覆われていたから、そこで火をつければ一気に燃えることなんて子供でもわかることだった。しかも教頭はとても真面目で頭が固い人だったし、そんなミスをするとは思えなかった。顔に軽い火傷を負った教頭は意気消沈していて、すっかり人が変わっていた。そして、教頭はさっさとどこかへ飛ばされてしまった。俺が見た赤いスカートの女の子なんて、何か起こったら面白いなんて考えていたから、無意識のうちに作り上げた虚像だったのかもしれないし、恐怖から起こった気のせいだったのかもしれないし、火事だって偶然だったかもしれない。だけど、火事があって少し経ってから、C さんが、〇〇くん、あのね。と言いづらそうに話しかけてきた。変だと思わないで聞いてね。私ね、あの放課後から尻尾がたくさんある白い狐が見えることがあって。それを聞いて、実は俺も、と赤いスカートの女の子のことを話した。二人で話しているうちに気づいたのは、鏡の前で目を閉じて念じていた時、俺はトイレの花子さんと思い浮かべていて、C さんはふとこっくりさんをイメージしていたという。他の奴らにも話をしたら、全員、何かしら白いもやのようなものを見ていた。あの時、俺たちはやはり何かを呼び出してしまっていて、その何かはイメージを持っていた俺と C さんにはその通りに見えて、特に何も思い浮かべていなかった他の奴らには、白いもやのように見えていたんじゃないか、と推察した。C さんが借りた本には呼び出す方法しか書いてなかった。無責任。俺たちは前にやったように鏡を囲んで、遊び半分でやってごめんなさいと念じた。あれ以来、俺は赤いスカートの女の子を見なくなった。ただ相変わらず学校の階段は絶えず、ある日突然各教室の鏡が取り外されたり、外のトイレの鏡も外されたり、少年野球の学校での合宿がなくなったり色々あった。理由が告げられないので皆好き勝手な噂をしたが、案外当たっていたのかもしれない。鏡が外される前の授業中に、先生が引きつった顔で鏡を見ていたのをたまたま見てしまい、それが忘れられない。C さんが借りた本に書いてあった方法で、本当に呼び出せたとは思っていない。本当に呼び出せていたのだとすれば、それはみんなが、何か起これば、なんて面白半分にやっていたのを何かが起こったからだろう。なんて思ってみたりする。第1話、迷路。これは、俺が大学2年の夏休みに、短期バイトをした時の話だ。職場は郊外にある、アスレチック施設が併設された自然公園だった。そして、俺の仕事は、その公園の目玉の一つである巨大迷路の管理スタッフ、というものだった。夏休みはファミリーの来園者が増える。巨大迷路は子供受けが良く、連日大にぎわいだった。ただ、トラブルも続出で、ゴールできずに泣き出す子供、トイレを我慢できなくなって緊急避難を求めてくるカップル、果ては、強い日差しに熱中症になりかけた老齢の保護者など、施設内で困っている人々を助けるのが、俺に与えられたミッションだった。俺は、先輩である A さんという20代後半の男性スタッフの指示のもと、選ぶバイト間違った、とぼやきながら、迷路内を走り回り、汗を流していたのだった。8月の、ある日のことだった。その日は、午後から天気が大きく崩れるという予報が出ていたこともあり、珍しく来園者はまばらだった。俺と A さんは、迷路の中央に立つ塔の上の物見台で、眼下を眺めながら雑談をしていた。別に、サボっていたわけではない。迷路全体を見渡せる場所から常に監視をし、何かトラブルがあれば、その場に俺か A さんが駆けつけるわけだ。大抵の場合、俺が生かされたのだが、ただその時、迷路内にいたのは、大人の男性が一人だけだった。あの人、なんでこんな日に迷路なんか来てんすかねえ？それも、大の大人が。俺は、聞くともなしにつぶやいた。あれは、田中玲奈ちゃんのお父さんだよ。A さんからの、不意の思いがけない返答に、俺のぼんやりした意識は急に覚醒した。田中玲奈？どこかで聞いた。いや、字面を見たような気がするが、どこだったか。更衣室の壁に、貼ってあっただろ？その言葉に、頭の中に映像が浮かんだ。普段、スタッフの制服に着替える際に利用する、薄暗い更衣室。そういえば、そのドア付近の壁に貼り紙がしてあった。
田中玲奈ちゃん6歳。丸月末日、迷路施設内にて失踪。見かけたスタッフは必ず報告すること。あの、行方不明の ?A さんがうなずく。3ヶ月前、ゴールデンウィークの混雑の最中だったよ。その日、お父さんと一緒に遊びに来ていた玲奈ちゃんが、迷路の利用中、姿が見えなくなった。お父さんの話だと、一瞬のことだったらしい。二人一緒に歩いていて、はしゃぐ玲奈ちゃんが、お父さんより少しだけ早く角を曲がったその直後、ふっと消えたんだそうだ。脇道はなかった。通路を隔てる壁の足元には、わずかだが隙間が空いている。もしや、ふざけて隙間を通り抜けたのかと思って、しゃがんで見てみたが見当たらない。お父さんは、焦って迷路内を走り回った。大声で玲奈ちゃんの名前を叫びながら。ここから監視していて異変に気がついた俺は、すぐさま駆けつけて、一緒に玲奈ちゃんを探した。同時に、別のスタッフが園内全体に迷子のアナウンス。だがその日、閉園の時間になっても、彼女は見つからなかった。警察に通報され、すぐに捜索が始まった。けど、警察に言われて園が提供した、迷路内をはじめとした園内すべての監視カメラの映像にも、玲奈ちゃんの姿は映っていなかったそうだ。以来、毎日。毎日?気がつかなかった。あの男性は、毎日この迷路の中を、消えた娘を探してさまよっているのか。いや、しかし。でも、普通考えたら誘拐とかでしょ?わかんないですけど、でかいトランクに入れられて、姿を見られないようにしてさらわれた、とか。なら、もうとっくに縁の外だし、少なくとも迷路の中にいるはずが。A さんは、暗い顔をしてうなずいた。ないだろうな。眼下には、例の男性が歩き回っている姿が小さく見えている。まるで箱庭の住人のようだ。その歩調は、嫌にゆったりとしていて、俺は奇妙な感じがした。でも、あの人は探してる。この迷路の中を、毎日、毎日、毎日。俺もすっかり顔なじみでさ、何度か話したことがあるよ。聞けば、奥さんを病気で亡くして、不死家庭なんだそうだ。辛いよな。初めのうちこそ憔悴しきってて、やり場のない気持ちを、この迷路を探すことで紛らわしているって感じだった。ただ、いつからかそれが変わったんだ。娘は迷路の中にいるって、確信するように。その頃から、顔つきが変わった。口調も、妙に明るくなった。もうすぐ道がわかる。もうすぐたどり着ける。って。もうすぐ。もうすぐ。どこにたどり着くって言うんだ?そこには、一体何が。9月に入り、俺がバイトを辞める頃には、娘を探す父親の姿は見かけなくなっていた。無事に見つかったのか、諦めたのか、それとも、ことの顛末を、俺は知らない。第2話、賃貸契約の怖い話。自分が学生だった頃、30年ほど前の出来事だ。今ならもっと騒がれていたかもしれない。当時友達 A が住んでいたのは女性専用マンションだった。ある夜、A の部屋で納涼会をすることになった。説明が難しいが、彼女の部屋は1階で階段の脇にあり、階段と友達の部屋で鍵括弧を作ってできた空間が壺庭みたいになっていて、彼女の部屋の吐き出し窓から出ることができた。吐き出し窓を開けて手持ち花火を楽しみ、持ち寄った料理と酒を飲む、それだけの会。女は部屋の住人である A と自分、もう一人の友達 B。男は住人の彼氏 C と自分の知り合い D というメンツだった。窓を開けて花火をし、そのまま窓を開けて歓談していたら、いきなりインターホンと扉を叩く音が響いた。時間は11時過ぎだったと思う。A が玄関で対応してみると、夜中にうるさい、非常識だ。という文句だった。男連れ込んで何してやがる。と言ってるが、そいつも男だった。どこかの部屋の彼氏か家族なのか、玄関から聞こえる声は威圧的だし大きかった。思えばこの時、男の C と D が出ていかなかったのは、相手を魚でしないという点で正しかったと思う。自分たちはその後しばらくして、心配する C 以外は帰路についた。次の日朝早く、隣の住人だという女性がインターホンを鳴らした。昨日のことを言われるのかと思ったら、大丈夫なの?と心配されたという。隣の人が出勤しようと A の部屋の前を通りかかったら、
扉が大きく凹んでいたので、何か事件に巻き込まれたのかと心配して声をかけてくれたという。A が確認すると、扉が何かハンマーか硬いもので叩いたように凹んで傷ついていた。慌てて管理人と管理会社に連絡し、昨夜一緒にいた自分たちにも連絡が来た。夜中に騒音について文句を言われた、その時扉をガンガンと叩かれたから、それじゃないか、と管理会社に説明した。どこの部屋に来ていた男性だ?と住人に尋ねて回ったが、簡単にはわからなかった。ただ、1階の人は皆ガンガンと扉が叩かれる音を聞いていたし、その後階段を登る足音を聞いた人もいたので、マンション関係者なのは間違いない。住人がかくまう可能性もあるので、器物破損で警察に被害届も出した。警察の巡回が強化されてすぐ、男が一人捕まった。捕まったというか、常習的にマンションに出入りする男を確認して、管理人と警察が部屋を突き止め尋ねたところ、その男は彼氏や家族ではなく住人だったという。女性専用マンションに男が住んでるわけがない。契約者は女性だった。管理会社が話を聞くと、契約者は男の母親。男を女性専用マンションに住まわせて、女を物色させようと思ったそうだ。男も、女性専用マンションならハーレムだと思ってた。と。ちなみに A は150センチ未満で小柄だったが、男には女児趣味があったので A に目をつけていたらしい。その A の部屋から楽しげな男女の声が聞こえたので腹が立ち、また扉を壊せば怖がった女たちが自分を頼ってくるだろう、と扉を金槌で殴りつけたそうだ。実際は、男が住んでることに誰も気づいてなかったわけだが、男は即退去となったが、もちろん警察が後を引き受けた。マンションはエントランスがオートロックじゃなかったこともあって、住人も半分以上引っ越した。そして2年後、B が勤めた不動産屋にこの男の親がまた、女性専用マンションを紹介してくれ。と尋ねてきた、というおまけ付き。女性専用マンションに脊髄反射するようになっていた B が過去の事件を上司に話した結果、会社が調べて発覚したのだが、B はしばらく怖くて営業ができなかったらしい。第3話、帰ってこない息子たちを探しに行くと。私には5人の子供がいるのですが、そのうちの2人の息子は多感な中学生。年頃も年頃なので。ちょっと友達と肝試し行きたい。などとよく言ってくるのですが、自分の経験上、心霊スポットなどに行くといいことなど何もないことは百も承知なので、ダメだと言って自分が今まで経験してきた恐ろしい経験を話したりして、心霊スポットに行くことを固くなに禁じていました。しかし年頃の息子たちはちょっとした反発心からか、親の言うことなど素直には聞きません。ある日、二人で遊びに出かけて夜遅くなってもなかなか帰ってきませんでした。息子たちは年頃なのでちょっとした夜遊びだろうと私はあまり気にしていませんでしたが、妻は心配でいても立ってもいられない状態だったので、そんなに心配しなくても、夜遊びの経験ぐらいお前もあるだろ?と言っても妻は、なんか嫌な予感するんだって、それに連絡もつかないし。と何度かけても繋がらない携帯を握りしめてそわそわと落ち着かない様子でした。女の勘はよく当たるとはよく言ったもので、私と同じく普段は割と息子たちに対して奔放にさせている妻がここまで心配しているのは確かにおかしいと感じ、妻の母親に来てもらい下の子たちの面倒をお願いして、妻と一緒に息子たちを探しに行くことにしました。気づけば時刻は午前0時を過ぎたところ。特に門限を設けていない我が家にあっても、息子たちがここまで遅い時間まで帰ってこないのは珍しかったので、だんだんと私も心配になってきました。息子たちが行きそうな場所をしらみつぶしに車で捜索していると、運転をしている私の横で妻が息子たちと仲のいい友達の親御さんに連絡を取っていました。すると息子たち以外にも家に帰ってきていない子が3人ほどいることがわかり、その親御さんたちとも合流して一緒に捜索をすることに。2台の車に分乗して引き続き付近を捜索していると、一人の親御さんがある手がかりを見つけました。それはその親御さんの子供の SNS のアカウント。投稿を見てみると20時頃に、今から肝試し。というコメントともに、とある廃墟の写真が貼り付けられていました。その廃墟は地元ではかなり有名な心霊スポット。
九段の投稿を最後に更新された形跡がないそのアカウントを見て、私たちは一気に不安になりました。あれほど行くなと言ったのに、と思いながらも、子供たちの身を案じてすぐにその廃墟に向かいました。私たちが住む場所から少し遠い場所にあるその廃墟は、何十年も前に何らかの事件が起きたと言われている古びた大きな一軒家。事件以降数々の霊的現象が起きるようになり、書いても見つからずに何十年もそのまま放置されたその廃墟は、異様で不気味な雰囲気を醸し出していました。私が若い頃から有名だったその場所は、足を踏み入れると絶対に何らかの現象が起きると言われ、軽い気持ちで肝試しなどすべき場所ではなかったので、若い頃に数々の心霊スポットになり行きでよく行っていた私でも、足を踏み入れたことはありませんでした。子供たちの自転車が廃墟の前に止めてあったので、この場所にいることを確信した私たちは、車を止めて懐中電灯を手に廃墟の敷地内に足を踏み入れました。敷地内に入った瞬間に一気に体感温度が下がり、とてつもない寒気に襲われた私は、ここは本当にヤバい場所だ、と本能で察知し、女性陣を車に戻して私ともう一人の父親さんと二人で廃墟の中に入ることにしました。正面の玄関は鍵がかかっていて入れなかったので、裏に回ると板が外されてガラスが割られた窓があったのでそこから中に入ると、そこはありとあらゆるものが散乱した茶の間でした。当時の生活感がそのまま残されたような古めかしいものばかりが散乱する茶の間の中を一歩一歩慎重に進んでいき、おい〇〇いるかー、と自分の息子たちの名前を叫ぶも反応はなし。一階を隅々まで探してもどこにも子供たちの姿はなかったので、二階に上がることにしました。すると二階からかすかに物音がしたので急いで階段を駆け上がると、黒い影が一つの部屋に入っていくのが見えました。子供たちのうちの誰かだと思い小走りでその部屋に行き、中に入るも部屋の中は物が散乱しているだけで誰の姿もありませんでした。今確かに誰かいたよな？と二人で首をかしげていると、次は隣の部屋から。と壁を叩くような音がしました。その瞬間に私たちはさっきの影が子供たちのものではなく、ましてやこの世のものの姿でもないことを察知しました。そう、ここは有名な心霊スポット。しかも足を踏み入れると必ず何かが起こると言われている場所だったからです。久しぶりに体験する霊的な現象に、私は恐怖心で逃げ出したくなりましたが、息子たちのことを思いなんとか踏みとどまって再び子供たちを探しました。二人で恐怖に体を震わせながらも一歩一歩慎重に歩を進めて、異様な雰囲気が漂う廃墟の中を隅々まで探しましたが、二階のすべての部屋の中を見てみても子供たちの姿はどこにもありませんでした。確かに自転車はあるのに姿の見えない子供たち。最悪の事態が頭の中をよぎりながらも、もう一度中を徹底的に捜索することにしましたが、やはりどこにも子供たちの姿はありません。最初に入ってきた茶の間で二人で汗を拭いながらどうしようか話し合っていると、階段がある廊下の方から足音が聞こえました。と裸足で歩くような音と、と床板がきしむ音が聞こえ、音のする方を懐中電灯で照らすも誰もいませんでした。すると、とものすごい勢いで懐中電灯で照らしていた方のドアが閉まり、私たちがいた茶の間の中をものすごいスピードで何かが走り回り、ブワーッと舞い上がる床に散乱していた紙類。突然の出来事に私たちは身を寄せ合いながら縮こまることしかできませんでした。しばらく茶の間の中を走り回るとその何かはドアを開けて出ていき、階段をバタバタとものすごい勢いで駆け上がっていきました。去っていった何かに私たちが安堵のため息をついたのもつかの間、ものすごい勢いで階段を駆け下りてきて茶の間の中は再び紙類が舞い上がりました。今度はしっかりと猛スピードで茶の間の中を駆け回る黒い影を目で見てしまった私は、もう終わった、と全てを諦めましたが、父親さんに、早く、こっち、と手を引っ張られて入ってきた窓から外に出ました。息も絶え絶えにぐっしょりと汗をかいた私たちは、ひとまず自分の身の安全を確保したことに安堵しながらも、すぐに一向に姿の見えない子供たちのことを思い出して焦り、あいつらどこ行ったんだ？家の中にもいないってどういうことだ？と忽然と姿を消した子供たちを再び探し始めました。
当てもなく再び中に入って探すのは危険だと思った私たちが廃墟の周りを歩いていると、少し離れたところに納屋のような小さな小屋を見つけました。きっとあそこだ、と一縷の希望を胸にその小屋の引き戸を開けると、案の定、中には子供たちの姿がありました。みんなで身を寄せ合い縮こまるようにして床に倒れていた子供たちを見た瞬間、心臓が止まりそうになりましたが、近くによると寝息を立てていたので一安心しました。おい、起きろ、とべしっと頬を叩いても起きない長男は気を失ったように爆睡。他の子も同様で一切起きる気配がないので、私たちは5人の子供たちを手分けして車まで抱きかかえて運びました。やっと見つかった子供たちの姿に女性陣は泣きながら喜び、私と父親さんはタバコをくゆらせながら、廃墟の中で起きたことはとりあえず二人だけの秘密にしておくことにしました。そして翌日、目を覚ました息子たちに何が起きたか聞くと、友達に誘われて遊び半分にあの廃墟に行ったはいいけど、中に入った瞬間にポルターガイストのような現象に見舞われ、しまいには黒い影に追いかけ回されているうちにあの小屋の中に入ってしまい、怖くて出られないでいるといつの間にか全員気を失っていたんだとか。話を聞き終わった後、とりあえず息子たちにがっつりと説教をして、二度と心霊スポットには行かないことを約束させてお祓いに行きました。一体私たちの前に現れたあの黒い影は何だったんでしょうか。事件に関係する霊なのか、それとも廃墟になった後に住み着いた霊なのか。どちらにしても危険な霊であることに変わりはないでしょう。改めて心霊スポットには行くものじゃないと骨の髄まで思い知らされた恐怖体験でした。ご視聴ありがとうございました。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすみ。